最終階級は陸軍減衰。第二次世界大戦のフランスや北アフリカでの戦闘式において驚異的な戦果を挙げた、結出した指揮官として知られる。広大な砂漠に展開されたアフリカ戦線において巧みな戦略、戦術によって戦力的に圧倒的優勢なイギリス軍をたびたび壊滅させ敵対する側のエ首相チャーチルをして ナポレオン以来の戦術家とまで表せしめ、アフリカにおける知略に富んだ戦いぶりによって、第二次大戦中から、砂漠の狐の異名もあり、一般的には、名称として知られる。貴族出身ではない、中産階級出身者発の陸軍元水でもある。数々の武功、先行だけでなく、騎士道精神を守った軍人として、尊敬を集めたが、最後は、 自決を強いられるという最後を遂げた。1970年代まで欧米では名称、ロンメルロンがほぼ定着しており、日本でもほぼ同様の評価が行われてきた。しかし、1970年代以降、欧米の軍人視野などによって、軍人としての資質や能力について再度検証されるようになった。エルヴィン・ロンメルは、 1891年11月15日の日曜日の正午、ドイツ帝国領法ビュルテンベルク王国のハイデンハイム、アンデア・ブレンツにおいて生まれた。この町は、ウルム郊外の町である。父エルビンは、ハイデンハイムの実家ギムナジウムの数学教師であり、また、祖父も教師だった。父も祖父も多少だが、数学者として名の知れた人物であり、地元ハイデンハイムでは、 かなり尊敬されていた人物であった。母ヘレーネは、ビュルテンベルク王国政府の行政区長官で、地元の名士である、カール・フォン・ルッツの娘である。父母共にプロテスタントだった。兄にマンフレート、姉にヘレーネ、弟にカールとゲルハルトがいた。兄のマンフレートは幼い頃に死去した。父が若い頃に、砲兵隊にいたことを除いて、ロンメルケは、 軍隊とほとんど関係しておらず、軍部への有力な援護もなかった。また、教用市民階級出身という彼の出自は、貴族主義的なドイツ陸軍において、決して有利であったとは言えない。子供の頃のロンメルは、病気がちでおとなしい少年だったという。姉ヘレーネによると、ロンメルは、色白で髪の色も薄かったので、家族から、白熊ちゃんと、あだ名されていた。 しかし、ロンメル本人は、人事記録の中に挟んだ覚書の中で、幼い頃、自分の庭や大きな庭園で走り回って遊ぶことができたので、とても幸せだったと述解している。1898年、父が、アーレンの実家ギムナジウムの校長となったことで、一家はアーレンに引っ越したが、アーレンには小学校がなかったため、ギムナジウムに入学するまでの間、ロンメルは、 家庭教師から授業を受けていた。そして、1900年には、父親が校長を務める実家ギムナジウムに入学した。当初、ギムナジウムでは劣等生であり、怠け者で、注意三万だったという。ある時、勉学に不熱心だったロンメルに勉強させるため、教師が、書き取りテストで間違いしなければ、学隊と一緒に遠足に出かけようと彼に言うと、ロンメルは、 これを馬に受けて必死に書き取りの勉強をしてテストで間違いをしなかったが約束の遠足に連れて行ってもらえなかったのでまた勉強をしない生徒に戻ってしまったという読書にも運動にも興味がない子供だったが10代になると突然活発になった数学の成績が良くなりスポーツにも関心を持つようになったまた飛行機の研究に夢中になり 14歳の頃には、親友と二人で、実物大のグライダーを作成した。結局、まともには飛ぶことはなかったが、ヨーロッパでは1906年に、初めて動力を備えた、飛行機が飛行したばかりであった。ロンメルは、航空機関連のエンジニアになることを希望していたが、父親がそれに反対したため、ビルテンベルク王国軍に入隊することになった。 軍に入ることについて、本人はあまり乗り切れなかったらしい。1910年7月19日にバインガルテンに、駐留するビュルテンベルク王国陸軍第6、不評連隊、ケーニーヒビルヘルム一世に、下級士官候補生として入隊した。歌手官として、半年の部隊勤務を経た後、1911年3月に、プロイセン王国団地比の王立士官学校に進んだ。 士官学校在学中には、当時ダンツヒに語学の勉強に来ていたルーツエ・マリア・モーリンと出会った。士官学校卒業後も、ルーツエと手紙で連絡を取り合い、二人は1916年に結婚した。1912年1月27日に正位に、任官し、第124不評連隊に戻った。ロンメルは、新兵の訓練を担当した。 この頃から、ロンメルは、自分のカリスマ性を存分に発揮している。1913年12月8日、バルブルがシュテマーとの間に、死生児の娘ゲルトルートを設け、生活費を送る代わりに表沙汰にしないことで合意した。しかし、シュテマーは、1928年に肺炎もしくは、自殺で死去した。ロンメルは、後に、 妻のルーツへにゲルトルートの存在を打ち明け、彼女は、ロンメルの、親類として戦中から戦後まで一家と親しく、付き合った。事情を教えられていなかった息子のマンフレートロンメルは、ゲルトルートを、いとこと呼んでいた。1914年3月に、第124不評連隊と同じく第27、不評師団の指揮下であるウルム中流の、 ビュルテンベルク王国陸軍第3野戦砲兵連隊に転属となった。しかし、第1次世界大戦の開戦により、第124不評連隊に復帰し、同不評連隊霊下の第2大隊第7中隊に、所属する小隊の小隊長に就任した。初めての実戦、ブレド村での戦闘1914年7月末から8月初めに、かけて、 第一次世界大戦となる各国の戦闘が続々と勃発した。ドイツ軍とフランス軍は1914年8月3日に開戦した。ロンメル将尉の所属する第124不評連隊は第5軍令下の第13軍団霊下の第27不評師団霊下として対フランス戦に動員された。ロンメルが初めて実戦に参加したのは 8月22日午前5時頃ベルギー南部のフランス国境付近の村ブレドだった。この時のロンメルは、前日に1日中偵察をさせられるなど、疲労困憊であり、また異痛も発症していた。しかし、実戦を前に逃げ出そうとしている卑怯者と思われるのが嫌で、上官にはそのことを黙っていた。銃弾が飛び交う霧の中、ロンメル率いる小隊は、 ブレド村に近づき、少数で村の中に偵察に入って、フランス軍に攻撃を仕掛けるも失敗し、村の外で待機していた、招待主力と合流した。ロンメルは、自分の招待を二つに分けて、すぐに再攻撃を行った。一体が、フランス兵が隠れた建物の正面から攻撃を仕掛け、もう一体は、建物側面から攻撃をかけて、 最初の建物を制圧した。続いて、他の建物にも次々と火を放っていった。しかし、フランス軍の抵抗も強く、ロンメルの正体から負傷者が多数出た。また、ロンメルが、作戦中に疲労とい通で、しばしば意識を失ったので、副官の軍曹が代わりに、正体の指揮を取ることがあった。その後、同じ第二大隊に所属する別の正体が応援に、 到着し、加えてブレド村北東325高地がドイツ軍によって占領されたことで、ブレド村のフランス軍は投降した。戦闘が終わった後のブレド村は、兵士たちや巻き込まれた民間人、牛ューバの死体があちこちに転がり、悲惨な状態になった。ロンメルの戦友も数人戦死し、彼は随分落胆したという。フランス領での激戦と負傷第124。 不評連隊は国境を越えて、フランス領へ進行し、ムーズ川ほとりの町、リューンに到着。ムーズ川渓谷での激戦に参加した。ムーズ川は、天然の要塞であり、フランス軍砲兵部隊の激しい砲火が降り注ぐため、突破するのは極めて困難だった。ロンメルの正体が属する第七中隊中隊長も、 負傷し、一時的にロンメルが中隊長代理に就任して指揮権を引き継いでいる。ロンメルは中隊を率いて、フランス軍砲兵陣地へ攻撃をかけるも失敗し、第二大隊主力を発見して合流した。新しい第七中隊長が決まると、ロンメルは小隊長に戻った。この頃、第二十四不評連隊への補給が途絶え、道端の草を食って、 上をしのいでいた兵士たちの中に腹板を起こす者が続出し、連隊の戦力は大きく低下した。続いて9月12日のベルダンの敵拠点への攻撃に失敗したことで、連隊は大きな損害を出した。同日に、連隊は回復のため後方に下げられた。その日の午後、ロンメルは疲れ切って、第二大隊司令部で、 大隊長副官として勤務中に眠りしてしまい、同僚や上官が起こそうとしても起きずに眠り続けたので、翌13日に目を覚ました時には上官にこっぴどく叱られたという。9月22日から第124不評連隊はモンブランビルでの戦闘に参加した。9月22日の戦闘では大隊長副官、ロンメルの補佐により、第2位大隊は 大きな戦果をあげた。しかし、9月24日のバレアン・アルゴンヌ付近の戦闘で、銃剣術に覚えのあったロンメルは、フランス兵3名に弾の入っていない銃剣を装着した小銃で立ち向かおうとし、片足の上体部を打ち抜かれて負傷した。木の後ろに隠れたロンメルは、部下たちに救助されて、簡易な野戦病院へと運ばれた。さらに、翌朝には、 ステュネの商工野戦病院へ移送された。入院中の9月30日に二級鉄十字章の受章を受けた。フランスで残豪戦1915年9月、アルゴンヌの森。フランス軍残豪へ突撃を仕掛けようと身を低くして進むドイツ軍不評。1915年1月13日に第124不評連隊に復帰した。この頃から、 ドイツ軍もフランス軍も自分から攻撃するより相手が攻撃してきたところを帰り討ちにする方が打撃を与えやすいと判断して大規模な攻撃には出なくなった。そのため西部戦線は残豪戦による消耗戦の様相を呈していた。第124不評連隊もアルゴンヌの森の西部で残豪戦を展開していた。ロンメルは第位大体霊下の 第9中隊長に任じられた。ロンメルは中隊を率いて、歩服前進しながら、フランス軍の築いた有志鉄線の鉄条網を隙間を通り抜けて進み、フランス軍主人地に突入し、沿平部4箇所を占領した。取り戻そうと襲撃してきたフランス軍の反撃を一度は、退けたが、結局、新しい攻撃を受けるのを避けるため、 自軍の陣地に交代するのを余儀なくされた。しかし、ロンメルは、その交代を12人足らずの損害で達成した。ロンメルは、この際の優先ぶりを評価されて、1915年3月22日に一級鉄十字章を授与された。第124不評連隊の注意、小位階級の者の,の中では、初めての受章だった。第124不評連隊は、 その後もアルゴンヌに止まったまま、フランス軍と消耗戦を続けた。7月にロンメルは向こうズネに、砲弾の破片を受け、二度目の負傷をした。山岳兵大隊1915年9月に注意に、昇進すると,とともに、新たに編成される、ビュルテンベルク山岳兵大隊への転属を命じられた。10月4日付で正式に、ビュルテンベルク山岳兵大隊へ転属。 同大隊の中隊長となった。これまで、ドイツ帝国のいずれの両方も、本格的な山岳部隊は、持っておらず、急遽、ドイツ帝国南部に位置するバイエルン王国と、ビュルテンベルク王国が、山岳兵部隊を編成することになったのであった。ビュルテンベルク山岳兵大隊は、同盟国のオーストリア・ハンガリー帝国の、アルプス山脈で、スキー訓練など受けた後、 1915年12月31日に、傍受三脈ル戦丘領で、フランス軍と戦ったが、ここでの戦闘は緩やかで、比較的のんびりと1年ほど戦った。ルーマニア戦線1916年10月末、山岳兵大隊は、ルーマニア戦線に転戦した。同大隊は11月11日に、レスルイさの戦闘で、ルーマニア軍の守備隊を撃破した。 この後、ロンメルは一時休暇をもらって、大隊を離れ、1916年11月27日に、ダンツヒ,ヒにおいて、ルーツへと簡易な結婚式を挙げた。ハネムーンなどはせず、すぐに、ルーマニア戦線に復帰した。1917年1月7日に、ロンメルが率いる中隊は、ガジェシュチ村で大戦火を挙げ、360人もの、ルーマニア兵を捕虜にした。 1917年1月中旬に山岳兵大隊はルーマニア戦線からヒルツェン丘陵へ戻りフランス軍と戦った。しかし7月末には再びルーマニア戦線に送られた。コスナさんに強固な要塞を作っていたルーマニア軍と激闘になった。8月10日には弾丸が左腕を貫通するという三度目の負傷をしたが、 彼は構わず戦闘に参加し続けた。傷口を放置したせいで高熱に浮かされたが、ロンメルはベッドの中から命令を発し続けたという。ロンメルをはじめとして、山岳兵大隊は奮戦したが、結局、コスナんを占領することはできず、8月25日に山岳兵大隊は第11予備風評連隊と交代することとなり、後方に下げられた。 負傷した腕の治療のため1月ほど休養に入り、その間は妻ルるうへと一緒に過ごした。イタリア戦線1917年、イタリア戦線での、ロンメルプールルメリット君ービュルテンベルク、山岳兵大隊は1917年9月26日に、北部イタリア戦線に動員された。ロンメルは1917年10月上旬に、イタリアで戦う。 山岳兵大隊に復帰し、山岳三個中隊と、機関銃一個中隊からなる任務部隊司令官に、任じられた。カポレットの戦いにおいてドイツ第14軍司令官、オット・フォンベローは、戦略的要衝であるマタイユール山やコロブラと、山脈の線11 114高地を最初に占領した、部隊の指揮官には、プール,ルメリット勲章を与えると布告した。 これは1667年制定の由緒ある先行勲章でドイツ帝国一般軍人の事実上の最高部君であった。これにより各部隊の指揮官の競争が凄まじいことになった。ロンメルは自分の名誉欲で部下を犠牲にするような男ではなかったが名誉に関心がないわけでもなくロンメルの部隊もこれらの要衝の占領を目指すことにした。 ロンメルの部隊は、コロブラと山脈の陣地の占領にあたって、大きな功績を果たした。夜間に、敵陣地に偵察を行い、配備の隙間を発見して、そこを通過して、モンテクク山を強襲した。突然、ロンメルの部隊が、背後に現れたことに、イタリア軍は、パニックとなり、総崩れ状態となった。部下に無茶な進軍をさせて、前進を阻まれていた。 フェルディナント・シェルナー将尉率いるバイエルン軍部隊が、その隙に1114高地を占領し、シェルナーが、プールルメリット勲章を受章した。ロンメルはこれについて、論考交渉のあり方が公正ではないと、憤慨していた。ロンメルは続いて、またユールさんの攻略を狙い、上官から、バイエルン連隊に付随せずに、右翼から単独で攻撃をかける許可をもらい、 50時間にも及ぶ後軍と戦闘の末に10月26日朝にマタイユールさんを攻略した。イタリア兵が異常に無気力だったこともあって、500人のロンメルの部隊は5人の戦死者と20人の負傷者を出しただけで9000人のイタリア兵を捕虜としていた。ところが、マタイユール山と間違えて別の山を占領したバルター・シュニーバー中尉が、 マタイユールさんを占領したと、第14軍司令部に報告していたため、ベロー将軍は、カイザービルヘルム2世に、シュニーバー注意を推挙し、結果彼が、マタイユール山占領の功績で、プールルメリット勲章を受賞することになった。ロンメルはこれに激怒して、正式に上官に抗議したが、決定は覆せないと認められなかったという。しかしまだ、 イタリアとの戦争は続いており、チャンスはあった。ロンメルは退却するイタリア軍の追撃戦で活躍し、ロンナローネのイタリア軍基地への攻撃において優先し、やはり無気力なイタリア兵を8000名も捕虜にした。この結果、1917年12月13日に、ビルヘルム2世はついにロンメルに対して、プール,ルメリット勲章の受章を認めた。受章由には、 マタイユール・ヤマダッシュとロンダローネの戦いの優先、どちらも挙げられていた。しかしロンメルは、マタイユール・ヤマダッシュの功績で、プールル・メリット勲章を手に入れたと主張していた。第一次大戦末期その後1918年2月に、西部戦線へ転戦したが、間もなく、幹部候補の一人として、第64軍団司令部に参謀として、配属されることとなった。 以降一時大戦中は敗戦まで前線に戻ることはなかった。1918年10月18日に大尉に昇進した。1918年11月初めに、キールの水兵の反乱を機に、ドイツ全土に反乱が広がり、カイザー・ビルヘルム2世は11月10日に、オランダへ亡命、翌11日にはドイツ社会民主党の主導する。 新ドイツ共和国政府がパリのコンピエーニュの森で連合国と休戦協定の調印を行った。第一次世界大戦はここに集結した。ロンメルは1918年12月21日に古巣の第124不評連隊に再配属された。1919年3月にはフリードリヒスハーフェンの第32国内保安中隊の指揮官に就任。 この部隊には、革命派の兵士が多く、彼らは、上官、ロンメルの命令を平気で無視し、プールルメリット勲章にも、まるで敬意を払おうとしなかったというが、ロンメルの人格によってまとめ上げられ、部隊は、規律を回復したという。敗戦国ドイツへの責任追及は過酷を極めた。1919年6月28日にドイツと、連合国の間に締結された。 ベルサイユ条約によって、天文学的賠償金が課せられた。また、国境付近のドイツ領土は次々と周辺国に奪われ、ドイツ領土は大きく縮小した。軍については、陸軍兵力を、小国並みの10万人に限定され、戦車、潜水艦、軍用航空機など近代兵器の保有をすべて禁止された。 1919年7月31日には、バイマルで開かれた国会で、バイマル憲法が採択され、ドイツは民主国家となった。初位、バイマル共和国の時代が始まった。ちなみに将校4000人という制限は、軍に残ることを希望する、ドイツ帝国将校6人のうち1人だけが、バイマル共和国陸軍に残れるという倍率をもたらした。 そして、ロンメルは、バイマル共和国陸軍将校に選び残された者の,の一人であった。この後、ロンメルは9年ほどシュトゥットガルトの第13不評連隊に所属し、1924年からは同連隊の機関中中隊長となった。この間、特筆すべきことは、ほとんどないが、1928年12月に、長男のマンフレートが生まれている。 彼は戦後シュトゥットガルトの市長を長年務めている。1929年10月1日にドレスデン風評学校の教官に任じられた。多くの実践経験を持つロンメルの講義は生徒たちに人気があったという。1934年9月30日、収穫祭でゴスラーを訪れたヒトラーがロンメル少佐の代替を越平する。中央左がロンメル。 二人はこの時に初めてであった。1933年1月30日に国家社会主義ドイツ労働者党党首アドルフ・ヒトラーがパウル・フォン・ヒンデンブルク大統領よりドイツ国首相に任命された。ロンメルはこれまで政治にはほとんど関わらなかったが他の多くの軍人たちと同様にヒトラーの登場には熱狂し彼の反共主義と再軍備の政策を歓迎した。 1933年10月10日に少佐に昇進するとともにゴスラーに駐屯する第17不評連隊の第3大隊長に任じられた。1934年9月30日に収穫祭のためにヒトラーがゴスラーを訪問した。この時にロンメルの大隊はヒトラーを出迎える議場兵の任につき、ロンメルとヒトラーが初めて対面することとなった。 もっともこの時に、ロンメルが公的な関係以上に何か特別に扱われたという形跡はない。またロンメルがヒトラーについてどう感じたかを示す証拠もない。ただこの越平式の直前にロンメルは、敬語問題をめぐって SS と揉めたとされ、越平式においても、敬語のため SS 部隊が最前列になるべきであると主張した SS 隊員にロンメルは激怒し、 ならば、私の代替は、越平式には出席しないと応酬して、騒ぎになり、ヒトラーに随反していた、新英隊全国指導者、ハインリヒヒムラーから直接に、部下の比例を浴びたいと謝罪を受けたという。1935年3月1日に中佐に、昇進した。1935年10月15日に新設された、ポツダム不評学校の教官に任じられた。 この学校でもロンメルは非常に好感を持たれる教官であったという。1936年9月のニュルンベルク島大会で総統護衛大隊の指揮官に任じられた。この時にロンメルは私の皇族の車は6台に限定せよという総統命令を厳守しヒトラーに随伴しようと押し寄せてくる党幹部らの車を仕留めた。 この件でヒトラーはロンメルに注目するようになったという。しかしヒトラーがロンメルを決定的に評価するようになったのは1937年初期にロンメルがフォッゲンライター出版社から不評攻撃 ISBN978 から1から853677076を出版したことだった。これはロンメルが教官として行った講義をまとめたものであり、 ロンメルの一時大戦での経験がわかりやすい文章と差し絵付きで書かれていた。この本は50万部を売り切るベストセラーとなり各方面からの高評価を受け当時不評だったヒトラーも自身の経験に照らし合わせてこの本を激賞した。なおロンメルはこの本の印税に関してフォッゲンライター出版社と結託して脱税をした。ロンメルは 不評攻撃によって巨額の印税を得ていたが、この際にロンメルは、フォッゲンライター出版社と結託して、1年間の生活に必要な1万5千ライヒスマルクだけを自分に支払わせ、残りは銀行預金にして抜かせ、税務署への所得申告において軍から支給されている、給料以外の所得を1万5千ライヒスマルクと偽って申告した。 1937年2月にロンメルは、ナチ党の青年組織である、ヒトラー・ユーゲントに、国防省連絡将校として派遣された。ロンメルは、国防軍の下級将校の指導による、軍事教練を、ユーゲント団員に施すことを起とし、全国青少年指導者、バルドゥル・フォン・シーラッハとの接衝に当たったが、ユーゲントの指導権を軍に奪われることを恐れる。 シーラッハはこれに反対し続けた。ロンメルとシーラッハの関係は悪くなる一方で二人は劇場での席次など些細なことでも争うようになった。この任にあった頃の1937年8月1日に大佐に昇進した。シーラッハとの衝突にもかかわらず、ヒトラーのロンメルへの信任はうせず、1938年9月にーテン併合にあたってヒトラーはロンメルを 再び相当護衛大隊長に任じ、自らの護衛を任せた。この頃にはロンメルは完全なヒトラー支持者になっており、次第にヒトラー賛美がエスカレートしていった。妻への手紙には、ドイツ国民を太陽の下へ導き上げるべく、神、あるいは天の摂理によって定められていると書き、友人への個人的な手紙には文末に、入るヒトラー、警具。 イーロンメルと記すほどになっていた。ヒトラーにとってもロンメルは、お気に入りの将校だった。ロンメルは、貴族階級出身の将校ではなく、そうした、貴族将校たち特有の平民でのヒトラーを、見下したような態度がなかったことも、ヒトラーの交換につながったと思われる。1938年11月10日には、ウィーン郊外のビーナーノイシュタットの士官学校の、 校長に任じられた。ロンメルはこの学校をドイツ、そしてヨーロッパで最も近代化された士官学校にしようと張り切っていたが、ヒトラーの敬語隊長にしばしば任じられたため、彼はあまりこの学校に訪れなかった。1939年3月15日にチェコスロバキア併合があると、ヒトラーは再びロンメルを相当衛大隊の指揮官に任じて、 自分の警護に当たらせた。チェコは、オーストリアやズ・デーテンと違い、親、ドイツ系が少ないため、ヒトラーが出向いても反発を招き暗殺される恐れがあった。ヒトラーがロンメルに、大佐、機関が私の立場なら、どうするかねと聞くと、ロンメルは、オープンカーに登場し、重武装の護衛なしで、プラハ城まで乗り込み、ドイツのチェコスロバキア統治が始まったことを内外に、 向けて示しますと答えた。ヒトラーは、他の者たちの反対を押し切って、ロンメルの意見を入れ、ロンメルたちを護衛につけたのみで無事に、プラハ城に乗り込んでいる。続く3月23日のメーメル閉館で、ヒトラーがメーメルへ向かった時にもロンメルは、相当護衛大隊長を務めた。1939年8月1日に少々に、昇進した。 6月1日に訴求しての昇進であることを認められた。これはロンメルを超愛するヒトラーの特別な決定によるものである。ロンメルは妻への手紙で私が聞き知ったところによると、先の昇進は一重に相当のおかげだ。私がどれほど喜んでいるかお前にもわかるだろう。私の行動と振る舞いを相当に承認していただくことが私の最高の望みなのだ。 と書いている。ヒトラーの長愛は続いた。1939年8月22日をもって、ビーナーのイシュタットの主管学校の校長職を辞し、8月25日に、総統大本営管理部長に任じられた。これまでのような期間限定の警護隊長ではなく、常時、ヒトラーの警護を行うこととなった。ポーランド戦中の相当警護1939年9月。 対ポーランド戦中のヒトラーの前線視察。ヒトラーの警護責任者として同伴する、ロンメル少将。ヒトラーと共に地図を確認する、ロンメル1939年9月1日に、ドイツ軍のポーランド侵攻続く英仏のドイツへの宣戦線布告をもって、第二次世界大戦が開戦した。ロンメルは、熱狂をもって、戦争を迎えた。つまり、 君は9月1日のこと、つまりヒトラーの演説をどう思うかな我々がこのような人物を持っていることは実に素晴らしいではないかと書き送っている。彼は一時大戦の敗戦でポーランドに奪われたポーランド回廊と国連の管理下に置かれた団地費をドイツの手に取り戻す必要性を感じていた。相当大本営管理部長として ヒトラーの警護に責任を負うロンメルは、総統専用列車、アメリカに乗って、前線視察に出たヒトラーに同伴して、ポーランドへ向かった。ヒトラーは、ポーランド戦中、3週間も、前線視察に出ていた。なおヒトラーが、ポーランドの港町、グディニャを訪れた際にロンメルは、マルティン・ボルマンと揉めたという。総統大本営管理部長として、 ヒトラーの警護に責任を負うロンメルは、ヒトラー一行のグディニア視察の際に急勾配で、幅が狭い街路に通りかかると、相当の車と警護の車一車両のみが下るものと、する。他はここで待て、と指示した。しかし、相当の側近であるマルティン・ボルマンは、ヒトラーと切り離されることに激怒し、ロンメルに抗議を行ったが、ロンメルは、私は、 相当大本営管理部長だ。これは遠足じゃない。あなたも私の指示に従っていただく。と応酬して、ボルマンの車の通過を阻止したという。ボルマンはこのことを根に持ち、5年後にロンメルに復讐することになる。1939年10月5日にワルシャワでヒトラー出席のドイツ軍の戦勝祝賀式典が、 行われることになり、ロンメルは10月2日にワルシャワに入り、会場とその周辺に警備上の問題がないかの視察を行った。10月5日の戦勝祝賀式典では、ヒトラーの隣に立つロンメルの姿が映像に残されている。ポーランド戦後、総攻士団長にロンメルの第7機構士団の多数を占めた38戦車。1940年春。 ドイツモーゼル川で川の流れを事前調査。右側で腕を組んでいる人物が第7、総攻師団長、ロンメル少将。ヒトラーもロンメルも、ポーランドを落とせば、英仏は、講和を申し出てくると思っていた。しかし英仏は、ポーランドが陥落しても、ドイツの呼びかけに歩み寄る姿勢は全く見せなかった。軍部は、軍事力の上で、圧倒的に勝っている。 英仏と戦火を交えることを嫌がっていたが、ヒトラーは、こうした反対を尻けフランス侵攻を決意した。ポーランド戦後、ベルリンで退屈な日々を送ることになっていたロンメルは、来る、フランス戦では、前線勤務を求め滋賀にした。陸軍人事部長は一時大戦での彼の経験に、基づき山岳師団師団長をロンメルに提示したが、ロンメルはヒトラーに、 装甲師団の指揮を取りたいと求めた。陸軍人事部長は、不評価のロンメルに装甲師団を任せることに反対していたが、ヒトラーの介入で許可された。こうして1940年2月15日にロンメルは、新編成された第7装甲師団の師団長に任命されることとなった。ちなみに、フランス戦においては、 ドイツ軍136個師団のうち装甲師団は10個師団しかなく、そのうちの一つである第7装甲師団が有する、戦車の数は225両だった。I 号戦車34両、2号戦車68両、3号式戦車8両、4号戦車24両、ドイツがチェコを併合した後に獲得した、チェコスロバキア製の38戦車91両である。 師団の多数を占める38戦車は、装甲が薄いが、重量は9トン足らずであったので速度が速く、対フランス戦のような機動戦に非常に向いていた。普通のドイツ軍装甲師団は2個装甲連隊と2個、狙撃兵連隊で編成されたが、第7装甲師団は、狙撃兵連隊は、通常通り2個連隊あったが、装甲連隊は、第25機構連隊が1個だけで、 他に、装甲連隊に属さない一個装甲大隊がある、だけだった。積極的な不評攻撃論者だった、ロンメルだったが、彼は驚くべき、速さで戦車の運用知識を身につけてゆき、2月27日に、ベルリンへ飛び、ヒトラーに、師団長就任の報告をした。ヒトラーより、楽しい思い出とともに、ロンメル将軍に送ると書き添えた、我が闘争を送られた。 参謀本部はヒトラーにフランス侵攻作戦案を提出したが、一時大戦のシュリーフェンプランと大差ないことからヒトラーが却下し、右与曲折の末、英軍集団参謀長、エーリヒフォン・マンシュタイン中将の立案によるマンシュタインプランが採択された。これは、総攻手団を中央の英軍集団に集中させ、ベルギー南部のアルデンヌの森を突破し、 英仏海峡まで一気に進軍させ、ベルギー、北、フランスに展開する、連合国主力を孤立させるというものだった。ロンメルの第7装甲士団は、英軍集団霊下の第4軍霊下の第15装甲軍団の霊下となった。同じ第15装甲軍団霊下に、第5装甲士団があった。第7装甲士団の任務は先頭に立って、 アルデンヌの森を通過し、エバルトフォン、クライスト大将率いる、クライスト総攻集団を、北の連合国主力の攻撃から守り、英仏海峡までの精神を邪魔されないようにすることに、あった。しかしロンメルは、自分の師団も、英仏海峡まで一気に進軍させようと思っていた。西方電撃戦1940年5月9日午後1時45分に、 フランス進攻作戦、黄色作戦の暗号、ドルトムントがロンメルに伝達された。これを受けて、ロンメルの第7装甲師団は同日午後11時40分に、所定の位置に着いた。戦局はドイツ軍に不利と思われた。ドイツ軍の戦車は2800両だったが、対する連合軍の戦車は4000両だった。戦車の装甲や火力も連合軍が勝っていた。 ただ、戦車の速度においてのみ、ドイツ軍が勝っていた。そして、西方電撃戦では速さが一番重要だった。ロンメルの第7装甲師団は、特に素早く進軍し、しばしば師団の主力が、師団の戦闘に置き去りにされた。ロンメルの登場する戦車は常に、師団の戦闘に立って前進した。通常交戦が始まると身を隠すためや、敵の規模、 装備を確認するためにその場に停止するが、ロンメルは交戦中も常に前進を命じた。それによって敵に第七装甲師団がどこにいるのかわからなくし、敵に自ら拠点を放棄させることにつなげようとした。ドイツ本国では、ロンメルの師団は、全ドイツ軍師団のうち、最も西にいる師団として、評判だった。必要とあれば航空機に乗って、後続の砲兵部隊や、 自動車化風評部隊のもとに駆けつけて、指示を与えたり、叱咤激励をした。部下の将兵たちの間で、不死身のロンメル伝説が広まり、絶大な信頼を寄せられた。第七総甲師団は、この戦争において、主要な役割を割り当てられていたわけではない。しかしその進軍スピードの速さから連合国は、 いつの間にか防衛線をすり抜けているという意味で、幽霊師団と呼んで恐れた。アルデンヌの森通過1940年5月10日午前4時35分に、ロンメルの第7装甲師団は国境を越えて、ベルギー領へ進行を開始した。第7装甲師団の進路に、ベルギー軍が配置していたのは障害物と、軽装備のアルデンヌ両兵第3連隊だけだった。 第7装甲師団はこれらを排除しつつ急ピッチで前進した。ドイツ軍第7装甲師団がアルデンヌの森を通過しようとしていることを察知した。フランス軍は第1、第4系機兵師団を差し向けたが、第7装甲師団の奇襲を受けるとすぐに西に撤収していった。ムーズ川とか2004年のディナン。5月10日から5月12日の3日間で第7。 装甲師団は、アルデンヌの森を横断し、5月12日の夜遅くに一時大戦の、頃にも悩まされた天然の要塞ムーズ川に面した、町ナンに到達した。ロンメルはできれば撤退するフランス軍第一、第四景気兵士団の後に続いて一気に橋を渡りたかったが、ちょうど第七装甲師団が川に到着した頃に、 ディナンにかかっていた橋が爆破されたため、ゴムボートと船橋を使っての渡火作戦を実施せざるを得なくなった。ロンメルはまだ暗いうちに第7装甲師団の不評をゴムボートで西岸に渡し、明け方までに一個中隊ほどの不評を西岸に渡した。工兵たちに戦車を渡らせるための船橋の建設を急がせた。しかしやがて、フランス軍に発見され、 西岸の切り立った堤防上のフランス軍陣地から激しい銃撃と砲撃にさらされ、渡河作戦は停滞した。ロンメルは河川にある民家に火を放って、川に煙幕を張り、また戦車や対戦車砲に西岸のフランス軍陣地があると思わしき場所に向けて、絨毯砲撃を加えるよう命じた。その砲撃支援のもとにディナンと、その少し北方のレフェで、 渡河作戦を再開させた。ロンメルは公兵たちに知った激励しながら自らも川の中に飛び込んで、角材やロープを運んで、船橋建設を手伝った。架橋材料を使い果たすとロンメルは、同じ第15装甲軍団に属する第5装甲師団から資材を盗んでいる。第5装甲師団長はロンメルに返却を求めたが、ロンメルは、 我々が最初に渡過するのだと言って聞かなかったという第7装甲師団は多くの死傷者を出しながらも5月13日中には、レフェイに加強することに成功し、戦車のムーズ側とかを成功させた。同い湯で、負傷5月14日早朝、すでに渡過していた30両の戦車だけで、ディナンの西約5キロの同い湯へ進撃を開始した。これにより、 フランス軍が対応を決定するより早く部隊を浸透させることに成功した。ところが、同じう近くで、ロンメルの登場する、スリーゴ式戦車が、対戦車砲を食らって、坂から転がり落ちた。ロンメルは、なんとか脱出したが、顔を負傷した。フランス植民地から連れてこられた、有色人兵士たちが、ロンメルを捕虜にしようと接近してきたが、 レーカのカール・ローテンブルク大佐率いる第25装甲連隊がこれを蹴散らしてロンメルを救出した。ロンメルは自分の戦車がやられたのは移動しながら攻撃をしなかったためだと考え改めて師団の核戦車に敵と遭遇しても停止せずに砲弾を撃ちながら強行突破せよと命じた。点灯した3号式戦車は動かなくなったためロンメルは ローテンブルク大佐の登場する、フォーー戦車に同乗するようになった。フランス軍第9軍司令官、アンドレ・ジョルジュ・コラップ中将は、ロンメルの第7装甲士団のこの同いゆえの進軍と、ハインツ・グデイリアンの装甲軍団のスダンでの、渡河成功を恐れ、ムルズ側の防衛線を放棄してさらに西へ退却する、ことを命じた。停止命令を無視して進軍、ロンメルの師団は、 フラビオンで、重戦車、ルノー B1 の燃料切れで停止していたフランス軍第1機構士団と、戦闘した後、ここを、後続の第5装甲士団に任せて、フィリップビルへ進撃した。しかし5月16日に、英軍集団司令官ゲルト・フォンルーントシュテット、上級大将は戦闘に立って進軍する。 装甲師団が突出しすぎていると判断して装甲師団に進軍停止を命じた。ヒトラーもそれに同意し5月17日の相当命令で装甲師団の進軍停止を命じた。しかしロンメルはそれでは心理戦である電撃戦の効果が薄れると考えヒトラーやルントシテットの命令を無視して進軍を続けた。命令無視は本来は 軍法会議にかけられるべきであるが、ヒトラーはロンメルを目覚ましい活躍をした、総甲師団長として英雄化することを考えていたので、ロンメルがこの命令無視によって何か処分を受けることはなかった。ロンメルは、クルトヘッセ大佐に、この戦争では指揮官の位置は第一線だ。私は椅子に腰掛けている連中が出す戦略など、信じない。今は、 在トリッツや追天の時代と同じだ。我々は戦車を、かつての騎兵と、同じように考えねばならない。かつて将軍たちが馬上で命令を下したように、今は移動する戦車の上で命令を下さねばならない。と語っている。マジの戦延長部分突破点線の部分が、マジの戦延長部分、ロンメルの師団は5月16日午後6時頃に、 ベルギーとフランスの国境を越えて、フランス領へ突入した。その30分後、フランスの国境要塞地帯、マジノ線延長部分と遭遇した。これは、マジノ線そのものではなく、フランスが防衛線を西方にも延長しようとして、マジノ線から分離して作ったものである。ただ、ロンメルを含めて、ドイツ軍側は区別せず、まとめて、マジノ線と呼んでいた。 マジの線延長部分は、マジの線と比べれば貧弱な防衛線であった。それでも頑強な統治下と砲台と、有志鉄線と、地雷腹で固められていた。ロンメルは砲兵に激しい砲火を打たせて、マジの線延長部分の各所に円幕を張り、フランス軍を拡乱している間に、砲兵の火炎放射器や爆薬で統治下を、破壊していった。火に照らされる。 明るい隙間となったその部分に戦車が砲撃しながら、前進して強引に突破した。ソウルルシャトサールポトリ、スムージーを一気に通過して、マジュの線延長部分を突破した。マジュの線延長部分が、ロンメルの師団の攻撃で受けた損害は、ビビたるものだったが、凄まじい勢いで進軍するロンメルの師団に、フランス軍はパニックを起こして、 戦わずして次々と投降した。マジの戦延長部分の突破で第七装甲師団が被った損害は戦死者三十五名、負傷者五十九名だけだった。戦火はフランス兵捕虜約一万人、戦車約百両、装甲車三十両、大砲二十門の路角であった。進軍の一時停止、ロンメルの師団は五月十七日午前零時に、アベーヌに到着。 ついで午前6時には、サンブル川沿いのランドルシーに到着。さらに午前6時30分には、ルカ島東部の高地へ進軍した。途中避難民と西へ撤退するフランス兵で動画、大混雑していた。フランス兵の大半は、ロンメルの師団が横を通過しても抵抗することはなく、おとなしく、捕虜となった。ロンメルは捕虜にしたフランス兵に対しては、 武装解除だけして、自分で、東の捕虜収容所に向かうよう指示した。新軍中ロンメルは、第7装甲師団の、全部隊が、後ろから続いていると思っていたが、ロンメルはじめ師団の先方が、ルカ島東部の高地に到着した時、師団の主力はまだ、ベルギーにいた。師団主力は、ロンメルはじめ師団戦闘部隊と連絡が取れなく、なっており、 師団参謀、オットーハイドケンパー少佐が、ロンメル少将もローテンブルク大佐も戦死したとみなした、ためだった。ロンメルは後に、手紙の中で、私はできる限り早く、奴を追い出してやる。この若い少佐参謀は、第一線から32キロも後方にいながら、自分と参謀本部要員が危険な目に遭うのではと恐れていた、と激怒している。 ロンメルの手元にいたのは2個装甲大隊とオートバイ狙撃兵数個小隊だけだった。これらの部隊はすでに弾薬や燃料を使い果たしていた。軍司令部からアベーヌで進軍を停止せよとの命令が届いたこともあり、ロンメルはやむなく、ルカ島東部でしばらく停止することにした。ルカ島のフランス軍から攻撃を受けたが、ローテンブルク大佐に防衛を任せて、ロンメルは 装甲車に登場して、後続の部隊を誘導するために一度アベーヌまで戻った。午後4時頃にアベーヌで第7装甲師団の主力と合流し、さらにフランス軍から40両のトラックを路角した。翌5月18日昼に前線のローテンブルク大佐たちと合流した。補給と修理を済ませて午後3時に新軍が再開された。 抵抗を受けることなくカンブレーを占領したが、ここで、再び進軍停止を命じられた。西方へ向けて進撃するハインツグデーリアンと、ゲオルクハンスラインハルトの装甲軍団の側面を、不評部隊の到着まで、右翼のほと第15装甲軍団がベルギー、北フランスの連合国主力の攻撃から守ることになったのである。ロンメルの師団は、この時間を補給と兵の休息に利用した。 アラスの戦いヒトラーは5月19日に新軍停止命令を解除し、グデーリアンとラインハルトの装甲軍団以外の装甲部隊も西方進撃を再開することになった。第7装甲師団は5月20日にアラスへの攻撃を開始した。しかし、先人の装甲部隊と後続の不評部隊の間にフランス軍が介入したため、まずその対処に当たらねばならなかった。 同日に、グデーリアンの総攻軍団が、英仏海峡に面するアブビルに到達し、ベルギー、北、フランスにいる連合国主力を孤立させることに、成功した。イギリス海外派遣軍司令官、第6大豪と死者ジョンベレカー大将は、この封鎖の突破を図るため、5月21日午後に、ロンメルの師団や、 武装親衛隊のドクロ師団が展開するアラス方面に攻勢をかけさせた。この時、第7装甲師団は、ドクロ師団とともに、アラス南西を北へ旋回して進軍していたところだったため、イギリス軍に右側面を突かれる形となった。イギリス軍の戦力の中で最も厄介だったのは、マチルダ2不評戦車だった。マチルダの重装甲は、 ロンメルの士団の3.7センチ対戦車砲をことごとく弾き返し、砲兵の砲弾さえも跳ね返した。士団は88ミリ高射砲を対戦車砲として使用することでマチルダに対抗した。さらに、ドイツ空軍の急降下爆撃機種トゥーカによる攻撃を受けて、イギリス軍はようやく攻勢を諦めて撤退した。しかしこの戦いで、士団はかなりの損害を受けた。 戦士と捕虜で250名を失い、ロンメルの副官モスと中尉もこの戦いで戦死した。砲合戦車3両、38戦車6両、軽戦車多数を失った。ダンケルク法医1940年5月。部下たちと共に地図を見る第7装甲師団長、ロンメル少将。5月22日と5月23日に、アラス成功を迂回して、ベトゥーヌまで前進し、 同地のイギリス軍をその先にある運河線の向こうまで後退させた。しかしながら、この直後の5月23日に第四軍司令官、クルーゲより、全装甲師団に対して、不評師団が追いつくまで進軍を停止するよう命令があった。ヒトラーも、この判断を妥当として、5月24日に、全装甲師団に対して、ダンケルクへの進軍停止命令を下した。 北部で孤立している連合国への攻撃はドイツ空軍の爆撃によって行うこととなった。これはすでにベルギー、北フランスの連合国主力に対する包囲は完成していたので来る南フランスへの進撃に備えて装甲手段を温存した方がいいという判断であったと思われる。またドイツ空軍司令官ヘルマンゲーリングに花を持たせる判断もあったかも。 知れない。さらに、アラスの戦いが、クルーゲやクライストに深い衝撃を与え、彼らを慎重にさせており、その意見を入れたルントシュテッドがヒトラーに進言した、結果でもあると思われる。その意味においてはロンメルにも責任があった。ロンメルは、自分の先行を大きく見せかけるためか、アラスの戦いのイギリス軍の戦力を、実際の2倍以上の5、五個師団、 戦車百両などと報告しているからである。いずれにしてもこの装甲手段停止命令によって、ロンメルの手段は5月26日まで停止して、ダンケルクの包囲の一翼を担った。しかしこの装甲手段の停止命令によって、5月26日から6月3日にかけて、英仏軍30万人以上に、ダンケルクから大ブリ転倒、ドーバーへの撤退を許した。 5月24日からの2日間で英仏軍はダンケルクを防衛する配備を整え5月26日の段階ではすでにダンケルクの撤退を阻止することは不可能となっていたのであるロンメルはこの停止期間中師団の受けた損害の回復や補給に当たった5月26日にヒトラーの意向でロンメルは騎士鉄十字章を受章したロンメルは 対フランス戦で最初に、騎士鉄十字章を授与された、師団長となった。また同日ヒトラーが、新軍停止命令を解除した。連合国主力の方位の一翼を担うため第七、装甲師団はリールへ向けて北進するよう命じられた。新軍停止命令が解除されると、第七装甲師団は、キャンシーから運河を溶かし、激しい抵抗を退りけながら、 リールとその西方エ t ヌティエール間の道路を抑えることに成功した。これにより、海の方へ向かう退路を断ち、フランス第一軍の半分近くの将兵を捕捉することに寄与した。その後、不評師団が到着し、リールを占領した。ヒトラーと対面5月29日に、ロンメルの師団は、アラス西方に戻って、急速に入るよう命じられた。 ロンメルは6月2日にシャルルビレに招集され、ヒトラーと面会した。招集されたのは軍司令官や軍団長ばかりであり、師団長クラスで招集されたのはロンメルだけだった。ヒトラーはロンメルに、君が攻撃している間、君が無事かどうかずっと心配だったよと述べている。この日、ヒトラーは招集した将軍たちに6月5日に攻撃を再開して、 フランスに止めを刺すことを通達した。6月4日にダンケルクの撤退が完了し、ベルギー、北フランスの英仏軍は消えたので、ドイツ軍にとって、あとは南へ向けて進軍するのみとなった。なお、ベルギー軍は、国王レオポルド3世の決定により5月28日に降伏して、武装解除を受けていた。セーヌ川まで、 南進草原に座り込んで即席の会議を行う、第七装甲師団長、ロンメル少将。左から二人目が第七装甲師団の主力である、第二十五装甲連隊の隊長、カール・ローテンブルク大佐。6月5日朝に敵が爆破し、損ねた橋を渡ってソン務川を溶かした。川の渡かを妨害する、敵砲兵隊の陣地を慎重に落としていき、同地に、 配備されていた大量のフランス植民地兵を捕虜にした。ソンム川を突破した後、ロンメルは彼がフレーヒエンマルシュと名付けた陣形で前進した。これは全師団を幅1.5キロ、長さ20キロに及ぶ箱型陣形にし、正面と両脇に装甲大隊を置き、後方に装甲大隊と偵察大隊を置き、中央には 不評連帯を置くという陣形である。この陣形は外側にいる、装甲大隊がいつでも、全兵種の支援を受けられるため攻撃を受けた時に、反撃しやすい利点があった。欠点は進軍スピードが落ちることだが、孫無川南方を、西方のように緩やかな起伏が続く平坦な地形においては、そちらの方が有効であった。ロンメルの師団は、順調に、 海進撃を続け、6月7日には48キロ以上、進軍し、アミアンから海岸に至る地域を防衛していた、フランス10軍を分断した。6月8日には、さらに72キロも進撃した。この頃には、連合軍は、至るところで崩壊していた。ロンメルの師団も、大ブリテンへ逃げ帰るために、 英仏海峡の方へ逃れようとするイギリス軍としばしば遭遇したがすでに彼らの指揮系統は崩壊状態であったので大した戦闘にもならなかった。テュロワーで捕虜にしたイギリス軍のトラックからはテニスのラケットやゴルフクラブまで出てきたのでロンメルはイギリス軍はこの戦争がまさかこんな結果になるとは思ってもいなかったのだなと言って笑ったという6月8日真夜中に ルアン南方のセーヌ川に到達した。セーヌ川への到達は全ドイツ軍で、ロンメルの師団が一番乗りだった。エルブフの橋から一気にセーヌ川を溶かしようとしたが、フランス軍が、一足早くセーヌ川に架かる全ての橋を爆破した、ために失敗した。ロンメルの師団は突出しすぎており、背後にはまだ敵が残っている都市がたくさんあった。また、 ルーアン上空に観測用気球が上げられたため、ロンメルの師団は、エルブフ付近の川がくねって、半島のようになっている地域から一時撤退することに、した。英仏海峡沿岸での戦いセーヌ川とかに、失敗した直後、ロンメルの師団は、国防軍最高司令部より、英仏海峡に面する港町サンバレーを占領して、イギリス軍第51不評師団、 ハイランドが大ブリテン島に撤収するのを阻止する任務を与えられた。進路を変えて北上し、イブ島を通過して6月10日には、英仏海峡に到達した。ロンメルの師団が英仏海峡に到達したのは、これが初めてだったので兵士たちは感動した様子で、海水に足を入れて歩き回って楽しんだ。ローテンブルク大佐は登場する戦車を海水に乗り入れたという。 ロンメルも、軍家を、海岸の海水につけて、しばし余韻に浸った。6月11日にサンバレリーに接近して、同志を包囲した。同志では、英仏軍が大ブリテン島へ撤収するための船舶を待っていた。ロンメルは無駄な流血を避けるため、ドイツ語を話せる捕虜を死者に立てて、同志の守備隊に21時までに降伏すべきことを勧告した。 守備隊の内フランス軍将校は降伏したがっていたが、イギリス軍将校は降伏に反対するものが多く、結局この勧告を拒否することになった。やむなく、ロンメルは21時から同市の北部や港に集中砲火を浴びせた。さらに、ドイツ空軍の急降下爆撃機が激しい爆撃を行った。 英仏兵は次々と投降し、ついに英軍将校たちも抵抗を諦めた。ロンメルの師団は、召喚12人と1万2000人の捕虜を獲得した。その中には、イギリス軍ハイランド師団長、ビクター・フォーチューン少将と、フランス軍の軍団長と3個師団の師団長たちが、含まれていた。フォーチュー少将は、ロンメルのような若造に捕虜にされてしまったことに、 屈辱を感じていたようで露骨に態度でそれを示した。フランス軍の将軍たちはもう少し好意的だった。彼らはロンメルに、お若いの、君はあまりに早すぎました。私たちは、あなたたちのことを幽霊師団と呼んでいたんですよ。などと声をかけたという。ロンメルの師団は、英仏海峡沿いに、さらに精神して6月14日にはル、ルワーブルを占領した。 同志のフランス軍はすぐにも降伏している。ちなみに同日には、無防備都市宣言をしていたパリが、ドイツ軍第218不評師団によって、無血占領されている。シェルブールへ進撃ヒトラーからシェルブール占領の命令を受けた、ロンメルの師団は6月16日に、ルーアンに、ドイツ軍が加強した橋を通過してセヌ川を越えて、進軍を開始した。 一方同日に、フランス大統領、アルベール・ルブランは、フィリップ・ペタン元帥を、フランス首相に任命し、ペタンは、中立国スペインを通じて、ヒトラーに急戦要請を行っている。これを聞いたロンメルは、フランス軍の戦意はもはやガタオチであろうからほとんど、抵抗もあるまいと考え、フレイヒエンマル主人形を解除して、再び全速力で進軍できる重烈の人形に、戻した。 予想通り、抵抗は、ほとんどなかったため、ロンメルの師団は6月16日には160キロ、6月17日には320キロ、以上も駆け抜けた。戦車がこれだけの走行に耐えたことが不思議なぐらいの、前代未聞の大進軍であった。フレール、クータンスを経て、そこから北上して6月17日真夜中には、ラ・アイユイ・コール・デューピューイに到着。しかし、 そこからシェルブールへ向かおうとした時に、道路要塞から激しい砲火を浴びた。長距離の進軍に、師団は疲れ切っていたので、ロンメルは、砲兵や戦車の支援もなしに夜間に無理な進軍を行うのは、止めた方がいいと判断し、ラ・アイユイ・コール・デュピュイへ交代した。6月18日朝から要塞への攻撃を開始し、午前8時頃には、早々に敵を交代させて、 シェルブールへの進撃を再開した。6月18日午後1時頃には、シェルブール南西4.8キロほどのところのシェルブールを防衛する道路要塞から激しい砲撃を受けたが、午後5時頃には、シェルブール西のケルクビル南部の高地を占領し、不評連隊と2個走行中隊が、シェルブール郊外に突入した。その日の夜のうちに、 師団の砲兵連隊が到着したので、翌6月19日朝に、シェルブール要塞や海軍ドックに砲撃を加え、要塞の中で最も厄介だった、中央要塞を沈黙させた。不評部隊はさらに郊外部くに侵入した。激しい砲撃に耐えかねた、シェルブールのフランス軍はついに午後5時に降伏した。 シェルブールの3万のフランス将兵を捕虜にした。シェルブール戦終了をもって、西方電撃戦における、ロンメルの師団の戦闘は終わった。フランス降伏ヒトラーは一時対戦における、ドイツの雪辱を果たすため、独仏の急戦交渉の場を、一時対戦で、ドイツが屈辱的な急戦協定に調印させられた場所である、コンピエーニュの森の列車の中とした。 6月21日からここで独仏の休戦交渉が開始された。ドイツ側の過酷な要求にフランス側が調印をしぶり、その日はまとまらなかったが、翌6月22日にドイツ側から調印しないならば、戦争続行と脅迫されたため、フランス側はついに要求を受諾して、独仏休戦協定を締結した。しかし、休戦協定調印の前後、 ロンメルの師団はどんどん難進していた。6月21日には、レンヌを通過し、6月25日には、ボルドーを占領した。さらに、師団の先遣隊は、スペイン国境付近まで進んだ。とは言っても、この進軍に戦闘は発生しなかった。単に占領の規制事実化を図るための進軍であった。 ロンメルの師団の戦火と損害、またその評価1940年6月、ドイツ軍占領下フランス・パリで行われた戦勝パレードに出席したロンメル少将。西方電撃戦を通じて、ロンメルの第7装甲師団の戦火は、捕虜9万7千人のほか、路角兵器として、戦車、装甲車458両、各種砲277門。 対戦車砲64門、トラック4000両から5000両、乗用車線5 0 0両から2000両、馬車1500両から2000両、バス300両から400両、オートバイ300台から400台がある。また、敵航空機を52機撃墜し、うち12機を地上で路覚している。手段の進軍スピードが速すぎたため、正確に数えられていないが、 露核兵器についてはこの数字よりもっと多かったと言われる。一方で、西方電撃戦を通じて、ロンメルの第7装甲師団が出した損害は、628名の戦士、296名の行方不明、戦車42両の喪失であった。第7機構師団の人的損害は他の師団より多い。ドイツ軍は、 西方電撃戦で4万9000人の戦死者、行方不明者を出しており、これを単純に、ドイツ軍135師団で割れると1個師団の、平均の戦死者、行方不明者は363人になるが、ロンメルの師団は戦死、行方不明者が924人も出ている。ただしこれについては、ロンメルの師団は常に、電撃戦の先陣を切って戦っていたことを考慮。 せねばならない。戦果と比較すれば損害は少なかったと言える。ロンメルの評価は賛否両論だった。外してナチ党政権からの評価は高かったが、軍部からの評価は低かった。西方電撃戦中、ロンメルは何度も命令を無視して、独断行動を取った。それらはすべて成功したとはいえ、上官たちからは当然不況を買っていた。またロンメルが、 ヒトラー子外の将軍とみなされていたことも煙たがられる原因だった。参謀本部総長、フランツ・ハルダー上級大将はロンメルを命令虫ばかりの気が狂った将軍と酷評した。ロンメルの上官である第15軍団長、ヘルマンホト大将はロンメルについて気候師団に新たな道を開いた。特に前線に立とうという意欲とテンポの速い戦闘でも 決定的なポイントを察知する彼の天性の素質は、賞賛に値すると評価する一方、ロンメルが軍団長になるには、もっとたくさんの経験と、より優れた、判断力が必要だと注文をつけた。またホトや、第四軍司令官、ギュンター・フォン・クルーゲ上級大将は、ロンメルは、自分の勝利に、他の者が寄与していることを認めたがらないと、批判している。ロンメルは、 著書の中で、彼の師団の左側から進軍した第32、不評師団を実際より、ずっと進軍が遅かったかのように書いたり、また、ドイツ空軍の功績にほとんど触れていなかったり、確かにそうした面が多々見られた。フランス戦後、しばしの平穏1940年夏を通じて、ロンメルの師団は来る、イギリス本土上陸作戦に備えた訓練に当たっていた。 とはいえ、エーホンド上陸にはまず、ドイツ空軍が、エーホンドの制空権を握る必要があり、陸軍はそれまでは、出番なしなので比較的のんびり過ごすことになった。ロンメルは、勤務時間外には、狩猟をしたり、戦後に出版しようと考えていた第七、装甲師団の戦士書の装甲の執筆に当たっていた。またこの頃、宣伝省ヨーゼフ・ゲッベルスから、映画、西方における、 勝利の撮影に協力してほしいと要請された。ロンメルは承諾して1940年8月中に数日を費やしてこの撮影に参加した。その際にロンメルは事実上の映画監督となり部下やフランス植民地黒人兵たちに演技指導をしていた。随分楽しかったらしくこだわりの演技指導をしていた。ロンメルの戦車部隊が 敵陣に突入するシーンの撮影で、ロンメルは黒人たちに両手を挙げて怯えた表情で、戦車に向かってくるよう指示したが、黒人たちはオーバーな演技をして、白目を向いて、悲鳴を上げた。これに不満を感じたロンメルはカメラを止めさせ、通訳を通して、黒人たちに感情を表現するには、もっと微妙な表現方法を取らなければならないなどと、説教していたという。 1941年1月1日には中将に昇進した。さらに2月には映画西方における勝利が公開された。この映画の公開によりロンメルは銀幕のスターになった。北アフリカ戦線1942年春のロンメル上級大将1941年2月にロンメルはドイツアフリカ軍団の軍団長となり、 以降1943年3月まで北アフリカで戦い続けることになる。北アフリカにおける砂漠戦は厳しい環境の中で行われた。まず北アフリカの気候は温暖な気候に慣れているヨーロッパ人には極めて過酷である。日中は酷暑であり、夜は玄関である。しかも夏だけ長く、他の季節は短い。長期に干ばつが続くかと思えば、 突然に豪雨が来る。脱水症状、熱中症、赤痢、皮膚病などになるものが多く、また砂塵で眼病になるものも多い。加えて、砂は、兵器類や、通信機器類の機能低下や故障も招く。砂嵐の場合はより地獄である。砂嵐にはジャミングに似た効果があり、通信機能が麻痺する。砂漠には遮蔽物がほとんどないので見晴らしが良い。 すなわち遠方からでもすぐに敵に発見されるので、遠距離の戦闘になることが多く、射程距離が極めて重要な要素である。したがって不評は力を発揮しにくく、戦車が砂漠戦の主兵器である。また自然障害物がほとんどないので大量の地雷と障害物資材が必要となる。また目印になるものがないために、部隊移動の際に方向維持が難しく、 しばしば推測広報に頼らねばならなかった。砂漠船において補給、平坦は非常に重要である。特に水の補給は最優先課題であり、オアシスの争奪戦によって命運が決することもある。広大な砂漠を戦車が走り回るために燃料の補給も重要である。平坦拠点となる場所が少ない砂漠船は海上船と似ており、 兵站拠点を一つ取られただけで広範な地域に穴が開き、一気に後退しなければならなくなる。砂漠戦では補給がままならないので、敵からの路角兵器が重要である。1942年6月にロンメルは、我が軍の非常に多くの車両が、英軍からの路角品である。すでに遠くからは、英軍と見分けがつかなくなってしまったと書いている。 ロンメルと彼の爆料も来たアフリカ戦において英軍のドチェスター装甲車に登場して指揮をとっていた。もちろん英米側もドイツ軍の兵器を露飼して使用している。しかし一番厳しかったのは何と言っても独軍と英米軍では物量に差がありすぎるということだった。ドイツ軍はその分戦術でカバーしなければならなかった。戦術面では 当時の英米軍は、ずさんな面が多く、歴戦のドイツ軍の方が、明らかに勝っていた。ロンメルは、迂回戦術と、一億包囲戦術を駆使して優位に立つ英軍を、たびたび壊滅させ、砂漠の狐の異名を取った。とはいえ戦術などではもはやどうにもならないほど物量と、平坦補給能力に差がついてしまった時、ロンメル軍団は、敗北を重ね、ついには、来た。 アフリカを放棄することとなる。しかし北アフリカの戦場に従軍した者はそこを、騎士道の残った戦場として記憶している者が多い。戦場となった場所が広大な砂漠であったので、巻き込まれた民間人は少なかった。アフリカには SS が来なかったので、アインザッツグルッペンが付随してきて、ユダヤ人虐殺を行うといったこともなかった。そして何と言ってもロンメルが、 騎士道を重んじる人物だったことが大きかった。ロンメルの指揮の下この戦域のドイツ軍は、騎士道精神を貫いて誇り高く戦った。ロンメルは交戦の国際条約を遵守して、捕虜を丁重に取り扱った。これを感じ取った英軍もこの戦域では、比較的国際条約を遵守したのである。ただし英軍側は、必ずしも常に、 騎士道精神を貫かなかったようである。ガザラの戦いの際に、英軍の文書から、ドイツ軍捕虜を従順にさせる方法などという文書が発見されており、それを読んだロンメルは捕虜に対する英軍の非人道的取り扱いに激怒している。イタリアが北アフリカに戦線を開いて惨敗イタリアは19世紀末から地中海の覇者を目指していたが、その要所となる島や、 町アフリカの領土などはすべて英仏に奪われた過去があった。イタリア統領ベニート・ムッソリーニはイギリスが本土防衛で手一杯な今こそエジプト王国をイギリスから奪うチャンスと見た。1940年9月12日にイタリア植民地リビアのキレナイカ地方からロドルフォ・グラツヤーニー元水率いるイタリア軍がエジプトへ侵攻した。ヒトラーは ドイツ軍一個機構師団を応援に送ると申し出たが、ムッソリーニはこれを拒否した。ムッソリーニは、ドイツには頼らない。これは、ドイツのための戦いではない。ドイツと肩を並べるイタリアのための戦いだと豪語した。さらにムッソリーニは、軍部の反対を押し切り、ドイツにも独断で10月28日に、アルバニアからギリシャに侵攻を開始した。 しかし侵攻に動員されたアルバニア中流軍では兵力が不足していることから本国で招集して急編成された部隊の連度は低くまた険しい山岳地帯の多いギリシャの地形を考慮した準備も十分になされていないなど侵攻計画はずさんなものでありゲリラ戦法を取るギリシャ軍の前に進軍は父として進まなかった さらに、イタリア軍部隊の兵力不足から編成したアルバニア人部隊の出は劣悪であり、進行部隊は不足する兵力を割いて、アルバニア軍の監督や不良部隊の武装解除にまで当たらなければならず、進行は頓挫することになる。こうして、進行から半月後の11月15日には、ギリシャ軍が前線線で攻勢に転じ、十二月四日には、逆にギリシャ軍が、 アルバニア領へ侵攻を開始した。ムッソリーニは、セバスティアーノ・ビスコンティ・プラスカ将軍を罷免し、軍の増派を決定するが、その後数ヶ月にわたって、泥沼の山岳戦を継続する結果を招き、その間に本来得られた、増援戦力を得られなかったエジプト侵攻軍は、壊滅することになる。エジプトの英軍は、イタリアのギリシャ侵攻までは所成に立っていたが、 ギリシャに増援を送って、イタリア軍をギリシャ戦に釘付けにするとともに、12月9日には、コンパス作戦を発動し、大英帝国植民地から集めた部隊を含む3個師団で、持って、イタリア軍3個軍団を壊滅に近い状態に、追いやった。この結果、イタリア領であったリビアにまで、英軍の進攻を許すことになり、ついには、切れない価値方全域が、 英軍に占領されてしまった。こうしてムッソリーニは同盟国ドイツに対して北アフリカ及びギリシャにおける支援を要請することとなる。ドイツアフリカ軍団長に就任ヒトラーはイタリアの身勝手さや無能ぶりに呆れながらもイタリアを支援することを決めた。ヒトラーは北アフリカの喪失は軍事的には耐えられるがイタリアに強い精神的影響を及ぼす。 イギリスはイタリアに拳銃を突きつけて、講和を結ばせることも、単に空爆することも可能となる。我々に不利なのは、この点であると述べている。1940年12月13日にヒトラーは、ギリシャのイタリア軍を救出するための、マリータ作戦を発令し、ついで1941年1月11日には、地中海のイタリア軍支援のための、 ゾネンブルメ作戦を発動した。これにより、ハンス・フライヘル・フォン・フンク少将を指揮官とするリビア組織隊が創設された。まず彼らが北アフリカに派遣されたが、フンクは1月25日のヒトラーへの報告書の中で、今の戦力では北アフリカの戦況は変えられないと断言した。またフンクは、 その一週間後にヒトラーの下に参じてイタリア軍の深刻な域に達しているデタラメブリを報告した。ヒトラーはさらに一個機構師団を北アフリカに派遣することを決定し、その二つの師団を統括する軍団の指揮官としてロンメルを選んだ。1941年2月5日にビーナンのイシュタットの自宅にいたロンメルはヒトラーの招集を受けて2月6日に、 ベルリンに飛び、リビア中トンドイツ軍部隊司令官に任じられた。この部隊は2月25日付で、ドイツアフリカ軍団という戦士に名を残す名前に改名された。アフリカ軍団は、第5系士団と第15総甲士団の2個士団からなる。両士団とも戦車の数は150台程度に過ぎない。あとは、イタリア軍から一部の部隊の指揮を任されているというだけだった。 後の戦果が信じられぬほどアフリカ軍団は貧弱な戦力であった。なおアフリカ軍団は名目上イタリア軍北アフリカ派遣軍の指揮下に入ることとなっていたがロンメルは国防軍最高司令部総長ビルヘルム・カイテル元帥からドイツ軍は無意味な戦闘には投入されないものとするとの命令書を受けていたので自分に 一定の裁量権があるものと理解していた。北アフリカ到着1941年2月、イタリア植民地リビアとリポリ。イタリア軍将校に挨拶するドイツアフリカ軍団長、ロンメル中将。ロンメルの左にいる同伴者は、イタリア北アフリカ派遣軍司令官イタロガリボルディ、大将。1941年2月12日昼にロンメルは、 北アフリカリビアのトリポリ空港に降り立った。しかし、戦車の輸送は困難であり、アフリカ軍団の戦車部隊が最初に到着したのは3月11日、第15装甲師団は5月にならねば、到着しなかった。ロンメルは直ちに、イタリア北アフリカ派遣軍司令官イタロガ・リボルディ、大将と会談した。この時英軍は、エル・アゲーラで停止していたが、 さらに精神してくると思われた。ガリボルディ将軍は、トリポリ近くに防衛線を築くことを希望したが、ロンメルは、エル・アゲーラ西方300キロのシルテに陣を置いて、英軍に攻勢をかけることを希望した。ロンメルは、ベルリンとローマに、シルテへの進軍を認めさせた。シルテに、イタリア軍2個不評師団と、戦車師団を派遣し、ここに陣地を作らせた。 2月14日にドイツ軍の偵察大隊と砲兵部隊がトリポリに到着した。トラック、装甲車、大砲など6000トンの上げ下ろしを夜通しで行わせ、彼らもシルテへ急行させた。とはいえ戦車はまだ到着しなかったので、ロンメルはフォルクスワーゲンの車に採掘して偽装戦車を作らせている。2月17日には英軍の動きが活発になり、 エル・アゲーラから若干の精神を開始した。独位軍も活発になったと見せかけるため、ロンメルはシルテの独位軍に若干の投進を命じた。2月24日になって、初めて A 独で小規模な小ゼリ合いが発生したが、A 軍はすぐに撤退した。ロンメルが感じたのは、A 軍は予想より脆弱で、全身の意志がないということだった。実は、エル・アゲーラの英軍は、 ウィンストン・チャーチルの要望で、ギリシャに兵力を割かれていたため、弱体化していた。加えて、リチャード・コーナー中将が、エジプト司令官に栄転し、砂漠戦に不慣れなフィリップ・ニーム中将が、切れないか中流英軍の司令官に就任していた。また、英軍側の北アフリカ戦線責任者である、英軍中東軍司令官、アーチボルド・ウェーベル大将は、 ドイツ軍の集中状況から見て5月以前にドイツ軍が攻勢に出てくることはなかろうと判断していた。進軍を禁じられる1941年3月11日から第5装甲連隊の戦車が徐々にトリポリに揚陸され始めた。ロンメルはエル・アゲーラを攻撃する準備を命じてから3月19日にベルリンへ飛び、翌20日にヒトラーに報告を行った。 ヒトラーはまずロンメルが兼ねてから欲しがっていた、騎士鉄十字章の柏葉明を授与した。この柏葉明を授与されるのはロンメルで十人目だった。しかしロンメルが求めたエルアゲエラ攻略や、アフリカ軍団増強は認められなかった。参謀総長、フランツ・ハルダー上級大将はロンメルを嫌っていたので、ロンメルの還元に乗らぬようヒトラーに強く、進言していた。 またそもそも独ソ戦の準備を進めていたヒトラーや軍部にアフリカに余分な戦力を割く余裕はなかったヒトラーや軍部にとって北アフリカ戦線は主戦場ではなくイタリア軍を元気づけて英軍を軽くいなしておくだけの場所だった結局エル・アゲエラ攻撃は5月に第15装甲師団が到着するまで待てと命じられた命令無視の進軍で キレナイカ地方奪還1941年の北アフリカ戦線の地図。1941年4月、砂漠を前進するロンメル軍団のスリー号戦車。しかしロンメルは、そのような命令に従う気にはなれなかった。英軍の戦力が分散して弱体化している今こそ、キレナイカ地方奪還の後期だった。1941年3月24日。 早朝にロンメルは攻撃ではなく偵察として戦車や装甲車を率いてエル・アゲーラに進軍した。驚いたエル・アゲーラの英軍はほとんど戦闘することなく約50キロ後方のメルサエルブレガへ撤退した。ロンメルはそのままエル・アゲーラを占領したが相当命令もありさすがにこれ以上の進軍はためらった。ロンメルは一週間ほどエル・アゲーラに止まったが その間、英軍の無線を防受し、英軍が陣地の強化や兵力の増強を開始したことを知った。ロンメルはやはり5月まで待つことはできないと確信した。3月31日にロンメルは独断で第5軽死団主力を率いてメルサエルブレガに攻撃を開始し、イギリス軍の第3機行旅団と第2機械化旅団と交戦した。夕方まで続く。 激戦の末、英軍は、メルサエル・ブレガを放棄して撤退していった。ロンメルはさらに進撃を続け、4月1日には、メルサエル・ブレガの東80キロにある切れないかの、交通の要衝アジェダビア村を、英軍から奪取した。4月2日、ロンメルの独断行動に激怒した、カリボルディ将軍は進軍停止を命じたが、ロンメルはこれを無視して4月3日に兵力を3つに、 分けて3ルートから、英軍の追撃を開始させた。同日、ガリボルディは、アジェダビアの司令部にいるロンメルの下に怒鳴り込みに来たが、ロンメルはのらりくらりと交わした。その時、部下が、国防軍最高司令部総長、書いてる元帥からの電報の命令書をロンメルに、届けた。そこには、直ちに進軍を停止しろと書いてあったが、ロンメルは、ガリボルディに向き直ると、 相当が私に完全な行動の自由を認めた電報ですと、大ボラを吹いて話を打ち切った。ロンメルは、同日の妻への手紙で、トリポリやローマの上官も、ベルリンの面々も頭を抱えているに違いない。しかし私はあえてすべての命令を無視して進軍する。チャンスは生かしきる必要がある。おそらく私の行動は承認されるだろうと書いている。 4月3日のうちに北ルートを向かった第三装甲偵察大隊が戦略的要衝である港町ベンガジを占領した。ロンメルも装甲車に乗って北ルート軍を追い4月4日早朝にベンガジを通過した。一方、4月3日にエジプト回路ではキレナイカ英軍の不甲斐なさに激行した英軍中東軍司令官ウェーベル大将が ニーム中将を解任して、オコーナー中将を、キレナイカ英軍司令官に復帰させると命じていたが、オコーナーは、このような流動的戦況において司令官を、すげかえるのは危険であるとして、自分とニームの二人で当たるべきであると主張した。ウェーベルも了承して二人に、キレナイカ防衛を任せた。しかしあまりに電撃的に進行してくるロンメルの、軍団を前に、 キレナイカの英軍司令官は次々と捕虜になっており、おコーナー中将と任務中将を乗せた車も4月6日夜に、道に迷っていたところを、ロンメル軍団のオートバイ部隊に発見されて捕虜になってしまった。キレナイカ英軍はいきなり総司令官を失い、指揮系統がめちゃくちゃになった。ロンメルは、英軍の補給拠点となっている、キレナイカの心臓と呼ばれる目切りの占領を狙い、 3手に分けて進軍させている3部隊を目切りに結集させることにした。4月7日に目切りは完全包囲された。ロンメルは目切りの英軍に降伏を勧告したが、英軍は降伏を拒否した。英軍は暗くなったのを見計らって強引な包囲突破を図ろうとしたが、ドイツ軍に阻まれて失敗し、英軍第2機構師団長ギャムビエ、 ペリー巡将以下英軍将兵2000人が捕虜となった。また、英軍の物資や各種車両を大量に露隔した。ロンメルはその中に、英軍のタイガス用ゴーグルを見つけた。これを、やたら気に入った。彼は、自分の召喚棒に取り付けた。以降このゴーグルは、ロンメルのトレードマークとなった。目切りを失った英軍は総崩れになり、 トブルクを除くキレナイカ地方からの撤退を余儀なくされた。英軍中東軍司令官ウェーベルが2ヶ月かかって占領したキレナイカをロンメルは10日間で奪い返した。英軍が進軍ルートに立てていたウェーベルの道の看板はドイツ兵によってロンメルの道と書き換えられた。トブルク包囲戦トブルク防衛に当たるイギリス軍オーストラリア兵たち。トブルクは 切れない下東部の港町であり、戦略的要衝だった。ロンメルももちろんとブルク陥落を狙ったが、チャーチルはトブルクからの撤退は認めないとして、同志の英軍に死守命令を下していた。チャーチルの命令通り英軍は、決死の覚悟で抵抗したため、ロンメル軍団の攻撃はことごとく失敗した。ロンメル軍団は、多くの損害を出し、北アフリカに到着したばかりだった第15。 総甲師団長、ハインレヒフォンプリートビッツーンとガフロン少将もこの戦いで戦死した。ロンメルはイタリア軍が全く当てにならない。イタリア人はイギリス戦車を極度に恐れている。イギリス戦車を見ると逃げ出してしまうのだ。まるで1917年の時を見ているようだ。私は師団長からも本当に共同作戦らしい協力を得ていないのだ。 だから彼らのうち何人かを解任してほしいと要請しているところだと妻への手紙に書いている。独断で進行作戦を起こしておいてとブルック攻略に失敗して多くの損害を出したロンメルに参謀総長ハルダー上級大将は警戒を強めた。1941年4月25日に参謀次長フリードリヒパウルス中将を現地に派遣している。 ロンメルはパウルスを説得してトブルク再攻撃の許可を得た。4月30日から5月1日にかけて、パウルスの監視のもとにトブルク攻撃が行われたが、この頃には、英軍はトブルクを地雷原で固め切っており、ドイツ軍の進軍は阻止された。パウルスは5月早々には、ベルリンへ戻った。彼は、ドイツアフリカ軍団は、補給に問題があり、 エジプトが占領できるかは極めて疑問だ。トブルク攻撃は陸軍総司令部の許可なしにやってはならないと命じるべきだと報告している。その後もロンメルの軍団はトブルクに包囲だけを続け、その間ドイツ空軍が1000回にも及ぶという空爆を加えたが、1941年のうちには占領はできなかった。ロンメルは 険悪な関係になっていた第5系師団師団長、ヨハネス・シュトライヒ少将を更迭し、代わりに5月20日より、ヨハンフォン・ラーフェンシュタイン少将が師団長に着任した。エジプトのハルファや峠占領と防衛トブルク陥落は、困難と判断したロンメルはトブルクを包囲させたまま、マクシミリアン・フォンヘルフ大佐を指揮官とするドイツ軍第5系師団の先見部隊。 ヘルフ戦闘団を投信させた。1941年4月末に、ヘルフ戦闘団は、エジプト国境の戦略的要衝である、ハルファや峠とサルームの英軍を撃退して占領し、英軍の防衛ラインをブクブクとソファフィの線まで後退させた。これにより、英軍がトブルク救援に向かおうと思えば、まずハルファや、峠とサルームを攻略せねばならなくなった。 この後ヘルフ戦闘団は、英軍からハルファや峠を防衛するのに活躍した。5月15日に、英軍中東軍司令官ウェーベルは、ブレビティ作戦を発動して、攻勢をかけ、ハルファや峠を取り戻したが、ヘルフ戦闘団は、英軍の、それ以上の進撃は阻止した。そして5月27日に、ヘルフ戦闘団が反撃に転じ、 ハルファや峠の英軍を総統して再占領している。バトルアクス作戦を撃退リビアエジプト国境付近の地図その後、エジプトの英軍は英本土からマチルダ風評戦車やクルセーダー巡航戦車など238両の戦車の増援を受けて強化された。チャーチルはウェーベルにこの戦力を使ってトブルクの包囲を解くための反撃作戦。 バトルワックス作戦を開始するよう命じた。イギリス側は、パウルスの報告書を傍受して、エジプト国境のドイツ軍部隊が、軽装備であることを掴んでいた。しかしドイツ側も、無線の傍受で英軍が攻勢をかけようとしていることを、察知した。ロンメルは、エジプト国境付近の防備を整えさせた。英軍は、第4気候旅団と第7気候旅団の南北二手に、分かれて進軍し、 1941年6月15日、早朝からハルファや峠に攻撃を開始した。アラスの戦いでも悩まされた、重装甲戦車マチルダ2不評戦車も動員されていたが、アラスの戦いの時と同様に88ミリ高射砲を対戦車砲として使うことで、これに対抗した。88ミリ高射砲の存在を悟られぬように隠し、また指揮官。 ビルヘルムバッハ少佐の88ミリ高射砲の適切な運用により、マチルダ2不評戦車を午前中の戦闘で11両、午後の戦闘で17両も破壊することに成功した。その後も、ハルファや峠のドイツ軍は88ミリ高射砲を最大の武器として、峠を死守した。88ミリ高射砲の恐るべき火力に、英軍は、ハルファや峠を ヘルファイア峠と呼んで恐れた。英軍は頑強なハルファイア峠を迂回し、サルウム製砲カプッツォ砦に40両のマチルダ2不評戦車で、持って、襲撃をかけてきた。オートバイ物体が早々に回送させられたが、ヨハネスキュンメル大尉の指揮のもとに、4合号戦車2両と88ミリ高射砲1門だけで、 マチルダ2不評戦車を給料も破壊し、英軍を敗走させている。キュンメル大尉は、この活躍で、騎士鉄十字小白洋少を受け、また、カプッツォの獅子の異名を得た。ロンメルは、英軍の第4機攻旅団と第7機攻旅団がほとんど、連携が取れていないことを見抜き、第5警士団と第8装甲連隊を、並行して進軍させ、 英軍の二つの旅団の間撃を突破するよう命じた。第五警視団と第八装甲連隊は10キロも離れていたため、まず両部隊は、目前の敵と交戦を続けたが、徐々に移動を開始し、6月16日中国には、指示を回る東に到着した。そして6月17日の夕方には、ハルファや峠に展開する英軍の背後に回り込む、ことに成功した。 突然背後に敵部隊が出現したことで、英軍はパニックを起こして、総崩れとなった。6月17日午後に、ウェーベル大将が、戦況視察に訪れたが、その時にはすでに英軍は敗走中であり、それを知った。彼は、愕然とした。物量的には、英軍が圧倒していたはずであった。またこの戦域は、英空軍が制空権を握っており、英軍は、 航空支援をたくさん受けていた。にもかかわらず、3日間に及んだ英軍の反撃作戦、バトルワックス作戦は完全なる失敗に終わった。この作戦で英軍戦車は100両以上大破した。対してドイツ軍戦車はわずか12両が大破しただけだった。ロンメルの評価高まるベルリンのヒトラーは、ロンメルの活躍を高く評価した。 ヒトラーは1941年7月1日付でロンメルを総工大将に昇進させた。一方、ロンドンのチャーチルはウェーベルの無能を呪った。チャーチルは6月21日付でウェーベルを中東方面軍司令官から解任し、代わって7月5日付でクロード・オーキンレック大将を就任させた。ロンメルは8月6日にローマに赴き、 ムッソリーニやイタリア軍参謀総長、ウーゴ・カバレーロ元帥と会談し、彼らの同意を得て、イタリア軍のアリエテ戦車師団とトリエステ自動車化師団の指揮を認められた。このイタリア軍2個師団とドイツアフリカ軍団でもってアフリカ総攻集団が組織され、ロンメルはその司令官に就任した。ドイツアフリカ軍団の軍団長の座は、ルートビッヒ・クリューベル中将に譲った。 この頃になると、イタリア軍の間でも、ロンメル人気が高まっていた。グラツアーニや、ガリボルディなど、自国の無能な将軍の指揮のもとで戦うより、有能な外国人将軍、ロンメルの指揮のもとで戦いたがった。ガリボルディも、ロンメルの要求を色々認めるようになり、イタリア軍兵士の訓練を、ドイツ軍将校が行うことも許可された。ドイツ軍将校の指導のもと、 半年もしないうちに異常に低かったイタリア兵の連度が一気に向上してイタリア兵たちの間に自分たちも来たアフリカ戦の勝利に貢献できるという自信がつき始めた。クルセーダー作戦で追い込まれるクルセーダー作戦の両軍の部隊配置と進軍ルート1942年1月12日エル・アゲラ 同地まで撤退を余儀なくされたアフリカ総合集団司令官ロンメル大将と部下の将校たち。その後、ロンメルは自軍の補給状態を改善するため、英軍から物資を露飼しようと1941年9月14日から15日にかけてゾンマーナ初トラウム作戦を行い、エジプト領へ侵攻したが、英空軍の空襲を受けて戦車が打撃を受けたため、 作戦はすぐに中止され、物資もほとんど露覚できなかった。いくつかの英軍の軍事文書を入手したが、それらに構成に関する記述がなかったため、ロンメルは、英軍は当面構成に出る気はないと誤認した。イギリスは、クルセーダー作戦の前に、ロンメルの誘拐、暗殺を計画したフリッパー作戦を実行するも、失敗に終わっている。しかし英軍は、 攻勢の準備を進めていた。英軍司令官、オーキンレック大将は、ブレビティ作戦とバトルワックス作戦の失敗を踏まえて、地中海沿岸の狭い地域からではなく、内陸部の砂漠から切れないかに進攻する決意をしていた。11月18日午前に土砂降りの雨の中、英軍はクルセーダー作戦を開始した。このヒロンメルは、ローマから、 司令部に戻ったばかりで午後になって、初めて英軍の構成を知った。また構成を知らされても初めは、本格的な構成ではあるまいと思っていたという。アランカニンガム中将率いる、英軍第8軍の第30軍団が内陸部砂漠からとブルク目指して、進軍を開始した。英第13軍団は、おとりとして、エジプト国境のドイツ軍部隊と対峙した。 A 第4気候旅団と A 第22気候旅団の進軍は、やりエテ師団とドク第21装甲師団が阻止したが、A 第7気候旅団は阻止する部隊が、進路上になく、19日までにトブルク包囲のためい第21軍団やドク第90警師団が展開するディレゼグまで一気に進軍されてしまった。トブルク守備隊も前進を開始し、 独位軍は挟み撃ちにあってしまった。独第15装甲師団と、独第21装甲師団をこの戦域に応援に、駆けつけさせたが、A 第4機攻旅団と、A 第22機攻旅団もこの戦域に増援に駆けつけ、シディレゼグ南方で、A 独の激しい戦車戦が展開された。しかし A 第7機攻旅団は戦力を二つに割くという、具を犯し、 ドイツ軍の対戦車砲の格好の餌食となり、141両の戦車のうち113両を撃破されるという壊滅的打撃を被った。また、アリエテ師団がシディレゼグに到着したことで、シディレゼグの戦いの形勢はドイツ軍側に傾いた。ドイツ軍の戦力は常に英軍より圧倒的に貧弱であったので、 防御だけに徹していればやがてやられてしまうと判断にした。ロンメルはここで、また敵の背後に浸透して攻勢に転じ、それによって敵に攻勢を諦めさせる方針をとる、ことにした。独第15装甲師団と、独第21装甲師団が、ガブルサレーからへ第13分団が展開する、エジプト領へ突入した。しかし王金レックは、ウェーベルの二の前にはならなかった。 ドイツ軍のエジプト突入に恐れをなして飛ぶウルクへの攻勢を中止すべきと提案したカニンガム中将を第8軍司令官から解任し自らの参謀長で44歳の最年少イギリス将官であるニール・リッチー少将を第8軍司令官に任じ攻勢の続行を命じた英軍が予想通りに動いてくれず選挙区はロンメルとオーキンレックの 我慢比べとなり始めたが、補給状況や兵力配置から考えて、独、第21装甲師団の方が先に壊滅する可能性が高かった。ロンメルが前線視察で不在の間、ロンメルの作戦主任参謀、ジークフリートベストフェル中佐が独断で、独、第21装甲師団の撤収を命令した。はじめロンメルはこれに激怒したが、司令部に戻って、 再検討した結果、ベストフェールの判断は、正しいと判断して、構成中止を決意した。12月4日にトブルク包囲を解き、ガザラへ撤退。さらに12月26日には、アジェダビアまで交代。さらに12月31日には、エル・アゲエラまで交代した。再び、キレナイカ地方は、英軍の手に落ちた。ハルファや峠を勇敢に死守していたビルヘルムバッハ。 詳細化守備隊は英軍への投降を余儀なくされた。だが独異軍に依然ほどの悲壮感はなかった。英軍は何の戦略もなく単に物量差で強引に押しただけであり、しかも受けた損害は両軍痛み分けという感じだった。独異軍は戦車300両を失ったが、英軍も270両以上失っていた。また、独異軍は3万8000人の将兵を失っているが、 その大部分は、イタリア兵であり行方不明者だった。一方、英軍は1万8000人の将兵を失っているが、その大部分は戦士だった。そのため、独位軍の将兵は、戦略次第で、巻き返しは十分可能と考えていた。そして実際に、独位軍は、今一度切れない価値法を奪還して、エジプト領に攻め込むことになる。 切れない価値方東部を最奪還ロンメルは将兵たちを激励して周り士気を高めつつ部隊の再編成を進めた。1942年1月5日にはヒトラーから新年の贈り物として戦車55両と装甲車20両の増援を受けた。また、ロンメルのアフリカ装甲集団は南方戦域総司令官アルベルト・ケッセイル・リンク空軍元帥の指揮下に入る。 こととなった。戦力をある程度回復したロンメルのアフリカ総攻集団は1月20日夜から英軍に対する攻勢を開始した。当面はドイツ軍は反撃に出られないだろうと踏んでいた英軍は不意をつかれ次々と敗走した。ドイツ軍は1月22日にはアジェダビア1月25日にムススを奪還した。さらにロンメルはそこから 目切りに攻撃すると見せかけて、英軍を要動しつつ、1月29日に、ベンガジを攻略した。英第8軍司令官、リッチー中将は1941年3月から4月に、かけてのロンメルの切れない会の構成の時と同様に、目切りに攻撃をかけてくると思い、ここに、英第1機講師団の主力を置いていたので英軍は、まんまと裏をかかれる形となった。 1>, 1月30日にリッチーは、キレナイカの英軍にガザラの防衛線まで撤退を命じた。ロンメルは直ちに英軍を追撃し、2月6日までに、キレナイカの大半の地域を取り戻した。しかし、ムッソリーニやカバレーロ元帥らイタリア軍上層部は、追撃に不同意で、イタリア軍は、追撃に協力しないと通達してきたので追撃は、不十分に終わった。 英軍はその合間にガザラに防衛線を固めてしまった。やむなくロンメルの装甲集団もとみみと、目切りの線に防衛線を築き、機動防御の構えを取り、両軍はそこで睨み合って停止した。ヒトラーは、ロンメルの功績に報い、1月20日付で、ロンメルに、騎士鉄十字章の白用、検章を授与し、ついで1月30日付で、上級大将に昇進させた。 また2月21日付で、ロンメルのアフリカ装甲集団は、アフリカ装甲軍に昇格した。ガザラの戦いに勝利、切れないカモトブルクも、奪還1942年6月のアフリカ装甲軍司令官、ロンメル上級大将。1942年6月、トブルク攻略戦の指揮を取る、ロンメル上級大将英軍捕虜の様子を視察する、 ロンメルト参謀長、バイエルライン大佐これまでイタリアから北アフリカの独移軍への物資輸送はマルタ島の英海軍、空軍によってかなり妨害されていた。英軍がこれほどイタリアから北アフリカへの物資輸送を妨害できたのはドイツ軍のエニグマ暗号を解読していたからだった。英軍は北アフリカへの物資輸送船の発着地、出港時刻、 積載物まで正確につかんでいた。それを知らなかったロンメルは、イタリア軍上層部に裏切り者がいるのではと、疑っていた。そこで、ケッセルリンク減帥の指揮のもとに、マルタ島に、独位空軍による、大空襲が行われ、結果北アフリカの独位軍の補給状況はだいぶ良くなった。これによりアフリカの独位軍の戦力が整い、 ロンメルは再び攻勢に出られると判断した。一方、英軍は、ガザラから、内陸部ビル波形ムにかけて、ボックス陣地と呼ばれる地雷原と鉄条網の、防衛線を作っていた。ロンメルはこの陣地を、南から迂回して、陣地の東側を北上して、海まで突っ走り、ボックス陣地を陣取る英軍戦力を、後方の英軍機候戦力と切り離して孤立させる、ことを狙った。 ロンメルのアフリカ総合軍は1942年5月26日午後2時にクリューベル中将率いるおとりの部隊にボックス陣地に攻撃を正面からかけさせつつ午後9時からベネツィア作戦と名付けた迂回部隊の本校生を開始した。英軍第八軍司令官リッチー少将はロンメルがボックス陣地を迂回するであろうことは予想していたがその対応は図算であり 戦車の数は、英軍の方が、独移軍より勝っていたにもかかわらず、前任者たちと同様に戦車を集中させずに、各旅団に分散させて運用した。結果ビル波形ム付近の戦闘で、英軍第三インド自動車化旅団は、早々に、異軍、ありえて戦車師団と、独軍、第21装甲師団によって粉砕された。ついで英軍第四機構旅団も、 独軍第15装甲手団によって粉砕された。しかし圧倒的工業力を有するアメリカ、合衆国の援助を受けていた A 軍は、グラント戦車や、身体戦車砲6ポンド砲などを動員し、これらが、ドイツ軍戦車に大打撃を与えていた。また、A 空軍が、ドイツ軍兵站戦を的確に空爆した。5月27日夕方には、ドイツ軍にとって事態は、 深刻となった。迂回部隊の海岸へ向けた進軍は行き詰まり、東では、独第90警視団が包囲されていた。ドイツ軍は、補給が途絶えて、水がなくなり全軍崩壊の危機にさらされた。ロンメルは、ガザラから、ビルハケームに伸びる、ボックス陣地の中間部分を、西から突破して、東側に広がるジライハラを相当して補給路を作る、ことを決意した。 5月29日にロンメルは、迂回部隊の主力を、シディムフタ周辺に集め、円形陣地を形成させた。彼はこの陣地を、オーガマと名付けた。その地域には、A 大150旅団が、円形陣地を構えていたが、6月1日には、この、円形陣地を攻略に成功した。この後の戦いの焦点は、オーガマ陣地の南方にあるビルハケームだった。 ここから補給路を攻撃されないように抑える必要があった。同地を守備していた第一自由フランス旅団は激しく独移軍に抵抗した。イトリエステ師団や独第90装甲系師団が猛攻を加え、またドイツ空軍はここに爆撃を集中した。しかし第一自由フランス旅団は簡単に屈せず、ここでの戦闘は6月10日まで続いた。 その間の6月5日には、英軍第8軍司令官、リッチー少将が、大釜陣地への総攻撃を命じた。英軍は、砲撃に続いて、植民地インドから連れてきた、インド人不評部隊を前進させたが、ロンメルは退治する、あり得て師団を交代させて誘い込み、包囲攻撃をかけて、これを撃退した。またこの英軍の攻勢中にロンメルは、 大釜陣地の南部の地雷原に感激があるとの報告を受け、ここから独第15装甲師団を出撃させ、大釜陣地に攻撃をかけてきている英軍の左側面に回り込むことに成功した。この動きに連携して、大釜陣地からも、ゲオルク・フォンビス・マルク大佐率いる、独第21装甲師団が英軍を攻撃。これによって、大釜陣地に攻撃をかけていた。 英軍三個旅団は壊滅的な打撃を受けた。さらにロンメルは南の地雷、原の隙間から戦闘団を派遣し、6月10日にはビル、ハケームの北方の防衛線を突破。勇敢に戦った第一自由フランス旅団もついにビル、ハケームを放棄して撤退を余儀なくされた。しかしロンメルはビルハケームにこだわりすぎたという批判がある。 陥落に近づくにつれてビル波形ムは戦略的重要性が下がってきていたのだがそのような場所を陥落させるためにドイツ空軍の急降下爆撃機種というかに甚大な損害を出したためである。とはいえこれにより独位軍の補給船が南側から襲われる恐れは完全になくなり独位軍が英軍の大路遮断のための海岸への北進に 安心して邁進できるようになったことは、間違いない。なお、第一自由フランス旅団は、ナツスの迫害から逃れてきた人々で編成されており、ユダヤ人が多かった。そのためヒトラーは、第一自由フランス旅団について、戦闘において過剰なき戦いを遂行して殲滅しろ。殲滅しきれず、捕虜にしてしまった場合は秘密裏に射殺しろという非常の、 命令をロンメルに下していたが、ロンメルは、この命令を握りつぶして部下に伝達しなかった。ロンメルはビル波形ムを陥落させると、直ちに全軍にトブルクへの攻勢を命じて、北進させた。ビスマルクの毒第21装甲士団は6月11日に、大釜陣地を出撃し、6月13日までに、A 第4機攻旅団と A 第22機攻旅団を、 ほぼ壊滅させた。壊滅的打撃をこった英軍はガザラ防衛戦、ボックス陣地を放棄して、配送を開始したが、そのほとんどは、ドイツ軍の捕虜となり、また、英国戦車は、ほとんどが露獲されるか破壊された。英軍は、生き残り兵を集めて、部隊と陣地を作り、独位軍の飛ぶ陸包囲を阻止しようとしたが、すでに英軍に、 まともな戦力は残っておらず無駄な抵抗に終わった。6月18日には、独位軍は飛ぶルク包囲を完了。ドイツ空軍の空爆と砲兵の砲撃によって飛ぶ、ルク守備隊の戦意は崩壊し、6月22日には飛ぶ、ルク守備隊は、独位軍に降伏した。トブルクの物資は破壊されることなく残っており、ドイツ軍がまんまと5000トンの物資と2000台の車両を、露角できた。 ガザラの戦いによる英軍の損害は人大であった。英軍は9万8千人の将兵と540両の戦車を失った挙句、切れない価値方全域を独移軍に奪われ、さらにエジプト領へ侵攻されることとなる。特に英軍の抵抗のシンボルだったトブルクが陥落したことは、英独双方に精神的衝撃が大きかった。トブルク陥落によりチャーチルは庶民人から、 問責決議案を突きつけられている。ドイツでは、ロンメルのトブルクニュー・ジョーが、盛んに報道された。世界的な英雄に1942年の、ロンメル元帥ヒトラーは、ロンメルの戦いに感動し、6月22日付で、彼を元帥に昇進させた。それにより、ロンメルは、史上最年少のドイツ陸軍元帥となった。ロンメルは、 戦争が始まる前は少々に過ぎなかったが、戦争が始まって3年足らずで、中将大将、上級大将、元帥と四階級も昇進するという前例のない出世をしていた。元帥昇進の伝報を受けた時のロンメルの反応については複数の証言がある。副官の証言によると、ロンメルは子供のようにはしゃぎ。 普段は酒などをほとんど飲まなかったにもかかわらず、ウィスキーとパイナップルで祝縁をあげたという。一方、別の証言によると、ロンメルは冷めた様子で、一個師団の増援を送ってくれる方がありがたかったのだがと述べたという。ロンメルは、今やドイツにとどまらず、世界的な英雄になっていた。連合国は、異形の念を込めて、ロンメルを、砂漠の狐と呼んでいた。 アメリカの世論調査によると、当時のアメリカでロンメルは、ヒトラーに次いで有名な、ドイツ人だったという。また、エジプト人の間には、イギリスの長きにわたる、冷国非常な植民地支配から、ロンメルが解放してくれるという期待感が広がっていた。ロンメルに散々戦力を壊滅させられた英国からも、高い評価を寄せていた。チャーチルは、ロンメル、ロンメル、ロンメル、 奴を倒すこと以上に、重要なことなど存在しない。と語り、また庶民における演説では、ロンメルを、天才的な能力を持った男と表した。英軍将兵の間にも、ロンメルへの尊敬の念が広まっていた。英軍中東方面軍司令官、オーキンレック大将は、ドイツは有望で優れた将軍を数多く生み出してきた、国だ。だが、ロンメルは別格だ。 彼は、ズバ抜けていると評した。一方、オーキンレックは、部下の指揮官たちに対して、我が部隊の兵士たちがロンメルを過剰に話題にすることで、我らの友人であるロンメルが我らにとって、魔術しか化け物のようになってしまっている。リビアにいる敵軍を呼ぶときに、ロンメルという言葉を使わないようにすることは、精神的に、極めて重要である。追伸 私はロンメルに嫉妬しているわけではないという命令書を伝達している。トブルク陥落直後がロンメルの絶頂期であり、この後はドイツ軍の戦況悪化とともにロンメルのアフリカ軍団も交代を余儀なくされ、た叩く間に下り坂となっていき、ついに北アフリカから撤退することとなった。エジプト侵攻1942年8月、破壊された。 愛号戦車の横を通過する英軍グラント戦車。ロンメル率いる独位軍はガザラの戦いで消耗していたが、英軍に回復の時間を与えぬために勢いに乗って1942年6月24日からエジプト領へ攻め込んだ。6月25日に独軍第15装甲師団と第21装甲師団はエジプトの港町メルサ・マトルーに迫った。 A 軍第8軍司令官リッチーは、メルサマトルーを何としても防衛するつもりだったが、中東方面軍司令官、ーキンレックはこれに不同意であり、リッチーを罷免して、自らが第8軍司令官を兼務した。オーキンレックは、メルサマトルーから東に150キロのところにある、エルアラメインの方が防御が容易と判断していた。ここは、カッターラ定地の存在により、 作戦を展開できる領域が狭く、ロンメルが得意とする内陸部からの大胆な迂回戦術が使えない場所だった。ロンメルは英軍がエルアラメインで体制を整える前に一気に片付けることを起とし、メルサマトルーからエルアラメインに撤収していく英軍の急通を命じた。6月29日には独軍第90系士団、6月30日には独軍第15、 第21装甲師団が、エルアラメインに接近した。だが、結果は思わしくなかった。英軍第3南アフリカ旅団に攻撃をかけた第90系師団は、砂嵐で進路を見失い、パニック状態になって、西に敗走した。特軍第15装甲師団と、第21装甲師団は、英軍第18インド旅団を挟み撃ちにして、攻撃したが、 インド師団は持ちこたえた。独軍に随分鍛えられていた、異軍、アリエテ師団も、第二ニュージーランド師団の激しい抵抗にあっていた。ロンメルは7月4日に攻勢を中止させ、急速と次の攻勢の準備を急がせた。しかしその間の7月10日から14日にかけて、英軍は、エル・アラメインの西方、L、エル・エサ丘陵に陣取る異軍を強襲してきた。この攻勢で、 イグンサブラータ風評師団が、ほぼ壊滅し、アリエテ師団も大打撃を受けた。これによりこれ以上の構成は難しくなった。だが国防軍最高司令部は、東部戦線のドイツ軍の降下さす進行作戦に影響を与えるということで、ロンメルに、エルアラメインの線で頑張るよう指導し続けた。その後7月を通じて、英軍と、独イ軍は、エルアラメインの線で、 一進一退の攻防を続けた。逆転の兆候8月4日、英国首相チャーチルがエジプト首都カイロを訪問し、オーキンレックに対して直ちに攻勢に出るよう命じたが、オーキンレックは9月中旬以前に攻勢に出ることは不可能だとして拒否したため、彼を中東方面組司令官から解任し、ハロルド・アレグザンダーを公認に任じた。そして第8軍司令官に、 バーナード・モントゴメリーが着任した。一方、ロンメルは8月初め頃から体調を崩し、8月21日にベルリンに離任許可を求めたが、却下され、指揮を取り続けることになった。この頃英軍と独異軍で補給状態の差が広がり始めた。英空軍、海軍による特異軍の補給輸送船の撃沈が再び急増していた。 1942年9月には、独異軍の物資の20%、10月には44%が沈められている。またこの時独軍はトブルクやメルサマトルーを占領していたが、異軍がこの2つの港に補給物資を届けるのは不可能であった。結局、その遥か西のトリポリ港やベンガジ港に補給物資を輸送し、そこからトラックで運ぶしかなかったのだが、 トリポリ港からエルアラメインの前線は1800キロも離れていた。一方英軍はアレクサンドリア港から補給が可能であり、アレクサンドリアからエルアラメインの前線までは100キロしか離れていなかった。また情報収集能力にも差が広がっていた。独軍が暗号を解読することが可能だった。 カイロ駐在米国大使館付き部官が6月末に米国本土へ呼び戻されてしまったこと。また、ロンメルのアフリカ総工軍の主力の情報部隊である第621無線防受中隊が7月中旬の戦闘で事実上壊滅してしまったことで、独軍の情報能力が大きく低下していた。またこれまでロンメルは、ベルリンやローマの命令を無視して行動することが、 多かったため、英軍は、独軍の通信を傍受できても、ロンメルの行動が読めない場合が多かったのだが、エルアラメインで進撃が停止した今、ロンメルの通信は、彼の部隊の困窮をそのまま伝えるものばかりであり、その内情が筒抜けになっていた。ロンメルが病気であることも、英国側は把握していた。アラム・ハルファの戦いで敗れる1942年8月の、ロンメル元帥。 ロンメルのアフリカ総甲軍は満身創痍状態のまま再び攻勢に出ることにした。これ以上時間をかけると補給能力の差で英軍ばかりがどんどん強化されるからである。この時点で独位軍の戦車総数は430両ほどに回復していたがガソリンが確保できていなかった。このためエルアラメイン南の狭い地域から敵陣を突破して カイロまで一気に進軍するつもりだった。当初の攻勢計画を、エルアラメインの南から敵陣を突破した後に、北上して、エルアラメイン東を取り、モントゴメリー率いる A 第8軍の背後に浸透する計画に変更することとなった。8月30日から8月31日にかけての、真夜中に、攻勢は開始された。しかし地雷が予想より多く、 なかなか進軍できなかった。また、砲兵隊の激しい砲火を浴びて、打撃を受け、第21装甲師団長、ビスマルク少将が戦死した。さらに朝になると、英王立空軍の激しい空襲を受け、もっと激しい打撃をこう無理、アフリカ軍団長ネイリングも、重傷を負い、戦線を離脱した。ロンメルは、アフリカ装甲軍の要である、この二人の脱落に動揺し、 各師団に進軍停止命令を下そうとした。普段のロンメルなら構わず、マールシュ、と命じていたはずの局面であった。参謀長、バイエルラインが、今作戦を中止すれば、地雷源突破のため犠牲になった兵士の死がすべて無駄になりますと進言したことで思いとどまったものの、大胆な作戦を遂行できるだけの精神力が、 ロンメルから亡くなり始めたことを如実に示す一幕であった。構成は続行することになったものの、ロンメルは構成にあたって、再び判断ミスを犯した。当初の計画では、アラム・ハルファコーチを大きく迂回して、エル・アラメイン東に浸透する計画だったのだが、残りのガソリンの量を心配していたロンメルは、最短距離で進軍しようとしてアラム・ハルファコーチの通過を命じた。 しかしここは、モントゴメリーが、独軍通過ルートの本命と予想していた場所だった。待ち伏せていた、英軍砲兵隊の激しい砲火を浴びた。しかもロンメルが進軍ルートに選んだアラム・ハルファ、高知南方は、地面が柔らかい砂漠で戦車の進軍に全く、向いていなかった。地形に足を取られながら、三方向から砲撃を受ける羽目となった。九月一日にはロンメルも、 正機を失ったと判断して全軍に攻勢中止と北起点への退却を命じた。この戦いにおいても失われた戦車の数は英軍の方が多かったが砂漠の狐の攻勢を撃退したという事実は低下する一方だった英軍の士気を回復させるに十分な効果があった。ドイツに一時帰国一方を、ロンメルの病気はますますひどくなり、 ドイツ本国へ一時帰国することになった。ロンメルは、自分が、不在の間、公認のゲオルク・シュトゥンレ総交大将が、今の戦線を保ってくれることを期待して、悪魔の花園と名付けた凄まじい密度の地雷腹を、独位軍正面に作らせた。その後の9月23日に、北、アフリカを後にし、ローマを経由して、ベルリニへ帰還した。9月25日には、 相当官邸で、ヒトラーから減衰杖を可視された。式典出席などの公務をこなした後、10月3日には、ビーナーのイシュタットの自宅に帰り、療養した。一方、モントゴメリーは、すぐに攻勢を行えと命じるチャーチルを抑えて、ドイツ軍の防護戦車に対抗できる戦車である、アメリカ製のシャーマン戦車の到着を待ち、 英軍戦車1000両 VS 独位軍戦車300両という決定的な物量差が開いた後の10月23日夜中からライトフット作戦を発動して攻勢を開始したこうして第2次エルアラメインの戦いが始まった国防軍最高司令部から北アフリカで英軍の攻勢が始まったことロンメルの後任のシュトゥンメ総合大将と連絡が 取れなくなっていることを告げられたロンメルは10月25日に急遽北アフリカに戻った。第二次エルアラメインの戦いで惨敗エルアラメイン付近で吹き飛ばされたロンメル軍のスリー号戦車。10月25日にドイツイタリア総攻軍司令部に到着。モントゴメリー率いる A 第8軍は北と南に分かれて攻め寄せてきた。A 軍の北部進行部隊は アメリカ製の高価な砲弾を無数に撃ちまくって、悪魔の花園をあっさりと相当していた。ロンメルはすぐに最北部に、独走攻部隊を送り込んで防御を固めたが、英軍は最北部の独軍との戦闘を避け、そのやや南方の異、e、軍を攻撃した。そこから、キドニー丘陵へ進撃し、独異軍の防衛線を破った。今こそ全面攻勢の時と見たモントゴメリーは、 スーパーチャージ作戦を発動し、北部での大攻勢を開始した。もはやナス術なしと判断したロンメルは、ヒトラーに、エルアラメイン戦線から、大幅に撤退することの許可を求めた。だがそれに対するヒトラーの返答は死守命令であった。この死守命令にロンメルは絶望して憔悴。そのまま、独位軍は大打撃を受け続けた。霊下のアフリカ軍団長、 ビルヘルム・フォントーマ総甲大将は死守命令に激怒して、総統命令を遵守するため自ら最前線に、赴き、突撃をかけて、英軍の捕虜となった。南方総軍司令官、アルベルト・ケッセルリンクの取りなしにより11月4日になってようやく、ヒトラーの撤退許可が下りた。だが、すでに撤退の後期は逃しており、英軍から激しい追撃を受けた。 撤退に際して独軍は9000人、異軍は2万人の戦士、行方不明者を出すことになり、敗走に近い撤退となってしまった。米英軍西海岸上陸、チュニジアまで、大撤退1943年1月、ロンメル減帥、バイエルライン大佐、ケッセルリンク減帥。11月8日には、統治作戦によりドワイトディ・アイゼンハワー米中上が、指揮する米英軍が、モロッコ、 アルジェリアなどの北アフリカの西海岸に上陸した。モロッコやアルジェリアはドイツ衛星国ビシーフランスの植民地であり、はじめ同地に駐留するフランス軍守備隊が上陸してきた米英軍と交戦していたが、ヒトラーが独仏休戦協定に違反してビシーフランス政府領を占領したことで現地のフランス軍は反独姿勢を強め米英側に寝返った。 北アフリカ戦線は、ドイツ軍にとってに正面作戦になってしまった。これに対処するためヒトラーは、急遽、ヨーロッパ本土から、独位軍1万5000人をチュニジアに送り込み、第5総甲軍司令部を創設させた。はじめは、エジプト国境付近で防衛線を作ろうと、考えていた、ロンメルだったが、米英軍の西海岸上陸によりもはや、エジプト攻略どころではなくなった。 ロンメルは、エジプト、キレナイカ地方を放棄する大撤退を行い、11月23日には、最初の攻撃地であったエル・アゲーラまで軍を、後退させた。ロンメルは、リビア西部トリポリタニア地方も放棄して、チュニジア南部のマレトまで後退することを決意していた。これに対してヒトラーはロンメルに、エル・アゲーラを出守することを命じたが、アフリカ北岸は地であり、撤退作戦で、 交代部隊を収容するには全く向かない地形であった。ロンメルは直談判を決意した。11月28日に東プロイセンの総統大本営、ボルフスシャンツへ赴もき、ヒトラーと直接に会見。ロンメルは直ちにトリポリタニアからの撤退許可を求めたが、これに対してヒトラーはヒステリックに土星を挙げて却下し、ロンメルを罵しった。 この頃になるとヒトラーが部下の将軍に罵声を浴びせるのは珍しいことでもなくなっていたがロンメルにとってはヒトラーに罵声を浴びせられたのは初めてのことだったのでかなり衝撃的だったらしい。そしてこの体験がこれまでヒトラーを高く評価し続けてきたロンメルのヒトラーへの評価を大きく変えたと言われる。11月30日にはローマでムッソリーニとも会見したが 彼もトリポリタニア保持をカタクナに主張し、撤退を許可しなかった。リビアに戻ったロンメルは、相当命令を無視して、部隊の撤退を続けさせた。それによる処分は、特になかった。結局の地になって、独位上層部もトリポリタニア防衛は、難しいとの結論に達したのであった。だが、ムッソリーニやイタリア軍部からは、ロンメルはろくに戦いもしないで、 独断でイタリア植民地を放棄したと非難され、その抗議の声にヒトラーが屈した形でドイツアフリカ総甲軍はやがてイタリア第一軍に改組され、イタリア軍の序盤にメッセ大将が司令官に就任する旨が内定した。ロンメル率いるドイツイタリア総甲軍は1943年2月16日にチュニジアマレトに到着した。エルアラメイン戦線からここまで 約2200キロ。ロンメルの軍は1日21キロのスピードで撤退を行っていた計算になる。一方、それを追撃すべき、モントゴメリーの英軍第8軍は補給線が伸びきっており、すぐには追撃できなかった。ロンメルのドイツイタリア総甲軍がチュニジアに入った時、すでに上陸米英軍と、独第5総甲軍の間で戦闘が始まっていた。しかし、 ロンメルと第五総甲軍司令官、ハンス・ユルゲン・フォン・アルニム上級大将は、折り合いが悪く、すぐに指揮権をめぐって確執が生じた。上陸してきた米英軍に敗北チュニジア北西部を、ジンドル米英軍への反抗作戦にあたってロンメルは、米英軍の補給拠点であるアルジェリアの要衝、テベサを陥落させて、そこから地中海へ北上し、 米英軍と後方のアルジェリア諸国を遮断して壊滅させることを提案した。一方、アルニムは、そのような野心的な作戦を実行できる戦力は、ないとして反対し、チュニジアファイド峠西方の米軍を強襲して、北進し、チュニス前方まで進出することを提案した。両者の上官である、南方総軍司令官、ケッセルリンクは作戦を統一しようとせず、 両者に、それぞれの作戦を実行させることとした。1943年2月14日から第5、総攻軍が、フリューリングスビント作戦、ついで2月17日から、ロンメルのドイツイタリア総攻軍が、モルゲンルフと作戦をそれぞれ発動した。ロンメルの作戦は、初戦はうまく運んだ。まず、スベートラを占領し、ついで、テベサへの入り口である。 カセリーヌ峠に進軍し、同地の米軍を改装させた。そこからドイツアフリカ軍団をテベサへ、第10装甲師団をターラへ北進させたが、テベサへ向かった部隊は、航空支援を受けた米軍 B 戦闘団によって、進撃を阻止され、ターラへ向かった第10装甲師団は一時的にターラを占領したものの A 第6機構師団と、このエリオ団によって、ターラを割れてしまった。 ロンメルは2月22日には、手べさ占領が不可能であることを悟らされた。ロンメルはこの構成の失敗で完全にやる気をなくしてしまったようだ。2月22日に、ロンメルの指揮所を訪れた、ケッセルリンクとベストフェルは、別人のようにやつれて、破棄のない顔をしたロンメルを見たという。彼は、司令部になる電話すら取らなくなり、さっさと前線を離れて、 後方のスベートラに帰ってしまった。ケッセルリンクは2月23日に第5総工軍とイタリア第1軍を統括するアフリカ軍集団を新設し、その司令官にロンメルを任じているが、この人事もロンメルにやる気を取り戻させることはできなかった。ロンメルは病気療養のためドイツへ帰りたがるようになった。北アフリカから 撤退敗色の王公の北アフリカ戦線を1943年3月9日に、ヒトラーはロンメルをアフリカ軍集団司令官から解任して、ベルリンに呼び戻した。ヒトラーがロンメルを解任した理由については、よくわかっていない。ロンメルが病気で衰弱していたという説、敗北に対する処分だったという説、どう考えても北アフリカの戦況は好転しないので、 ロンメルの名声を守るために、彼をこの戦域から外したという説、この数週間前に、ソ連軍の捕虜となった、パウルス元帥に続いて、また一人ドイツ軍元帥が、捕虜になるのを恐れたという説などがある。アフリカ軍集団の指揮は、アルニム上級大将が引き継ぎ、彼らの戦いはその後も続いたが、圧倒的な連合軍の物量に抗する術はなく、次々と、 主要な拠点や港を失い、5月13日には降伏した。わずかに脱出に成功した残存戦力は車両抜きで西部戦線へと移動した。ヒトラーはロンメルがベルリニへ戻ってきた後、彼のこれまでのアフリカでの戦いの労をねぎらい、1943年3月11日付で騎士鉄十字章のダイヤモンド章を授与した。 1943年12月当時のロンメル、ルントシュテット元帥、ガウス大将との作戦会議3月にドイツ本国に送還されてからしばらくロンメルは療養生活を送っていたが健康が回復したせいもあり、6月にはギリシャの防衛を担当していた E 軍集団の指揮官に任命された。これは英軍によるギリシャ上陸を警戒しての人事であったが結局、 ギリシャに連合軍が上陸を仕掛けることはなく、その年の8月ロンメルは来た。イタリアを防衛するために新設された、B 軍集団の指揮官に転属された。しかし11月に、ヒトラーが、イタリア戦線全般の指揮権をケッせるリンクに与えた。ため、B 軍集団の担当地区は来た。イタリアから、来た。フランスに変更された。ロンメルは、B 軍集団ともに、来た。 フランスに移動し、ルントシュテット元水率いるドイツ製放送軍の指揮下に入った。ロンメルは着任早々難航不落だと、大々的に宣伝されていた大西洋の壁を視察し、この宣伝が本当に宣伝だけであった現実を見て愕然とする。連合軍の上陸が予想されていたレー方面ですら、工事の進捗具合は80%。 自分の部隊が展開していたノルマンディ地方では20%という悲惨な状況でありとても難航不落とは言い、がたかった。その日よりロンメルは精力的に活動し、未完成の大西洋の壁を少しでも完成に近づけるために全力を傾注した。ロンメルは北アフリカでの経験から連合軍が圧倒的な航空優勢の下で攻撃を仕掛けて、 来るということが分かっており、その圧倒的航空優勢下では反撃のために大規模な部隊展開を行うことが事実上不可能であると知っていた。そのためロンメルはもし連合軍が攻撃を仕掛けてきた場合は上陸時に水際で迎撃することを主張。上陸第1日が防衛軍にとって最も長い1日になると訴えた。 しかし、西方軍総司令官のルントシュテット元帥は、英米の航空戦力の脅威を正確に評価せず、連合軍を上陸させた後に、装甲手段で叩く戦術を主張し対立した。ルントシュテットは、敵航空戦力が弱体な東部戦線の経験しか持たないが、ロンメルは、エルアラメインでの敗北により、航空兵力が、戦況の鍵を握ることを知っていたのである。 結局ロンメルは、水際での攻撃を主張したため装甲師団は、前線の近くに配置されるべきだと主張し、対するルントシュテットは、連合軍による空爆による被害を避けるためにも、より後方に配置されるべきだと主張し、両者とも譲らなかった。こうした、将軍同士の対立の中で準備が進められた。ロンメルは、 自分でデザインした、ロンメルのアスパラガスを空挺部隊の落下が予想される、地域に設置したり、地雷を山ほど埋設して、連合軍の上陸に備えたが6月の時点では、まだまだ十分ではないと考えていた。そして、D ・デーこと1944年6月6日、連合軍のノルマンディ上陸作戦が完工される。航空部隊の支援が制限される雨季に上陸する。 可能性は極めて低いと考えられていたため、不覚にもロンメルは妻の誕生日を祝うためにベルリンで休暇を取っていた。このためロンメルは軍団を指揮することができず、ルントシュテットの作戦により、連合軍の制空権下で味方の装甲手段の昼間行動は大きく制約され、有効な反撃ができなかった。ウルムの視聴者で行われたロンメルの葬儀。 ルントシュテット元水が長寿を捧げた、ロンメルの棺を乗せた10.5センチメートルフ1 8軽流弾砲、ブラウシュタイン氏ヘルリンゲンにあるロンメルの墓1944年7月17日、ノルマンディの前線近くを走行中のエルビンの乗用車が、カナダ空軍第602飛行隊のスピットファイアによって、機銃装車され、ロンメルは頭部に重傷を負って入院した。 同年7月20日、シュタウフェンベルク参謀大佐主導のヒトラー、暗殺未遂事件が発生。暗殺は、偶然が重なって、失敗に終わるも B 軍集団参謀長のハンス、シュパイデル中将が、反ナチュ派だったこと、パリ軍政長官のシュキュルプナーゲルが自決を図って、失敗した際に、上事のように、 ロンメルの名を口にしたこと、シュテュルプナーゲルの副官セーザー・フォン・ホーファッカー、空軍中佐が、ケシュタポによる取り調べで、ロンメルが、私を当てにしてよろしいと語っていたと供述した、ことから、ロンメルも計画への関与を疑われた。ゲッベルスも、その一人であり、さらにボルマンは、ロンメルの関与を確信していた。10月14日、ヒトラーの死者として、 療養先の自宅を訪れた、ビルヘルムブルクドルフ中将とエルンストマイゼル少将は、ロンメルに、反逆罪で裁判を受けるか名誉を守って自殺するか、の選択を迫った。裁判を受けても死刑は、免れず粛清によって、家族の身も危うくなることを恐れたロンメルは、私は軍人であり、最高司令官の命令に従うとだけいい。 家族の安全を保障させた上で一人自宅の森の中へ入り、二人から与えられた毒を煽り死亡した。その際自宅周囲には抵抗に備えて、親衛隊の部隊が配置されていたという。圧倒的な戦考で知られた、ロンメルの死は、戦勝によるものとして発表され、祖国の英雄として、ウルムで盛大な国葬が営まれた。しかし、ヒトラーは改装していない。また、 ロンメル夫人はこの葬儀でゲーリングの敬礼を無視し夫を殺したマイゼル将軍の握手を拒んだという。ロンメルが死亡した場所に作られた記念碑生前のロンメルはヒトラー暗殺計画について一切明言しなかったため関与の有無は不明である。戦後、夫人はエルビンはヒトラー暗殺計画に反対していたと主張した。彼女や長男マンフレーとロンメルによると ロンメルはドイツ国民にこの戦争も誰かの裏切りのせいで負けたという印象を残すことを非常に恐れていたという。第一次世界大戦にドイツが負けたのはドイツ革命による背後からの一撃のせいだと思っていた人が多く、それがナチスの対等を招いたからだとされる。しかしその反面、その時点ではロンメルは自分の 反ナチ的態度を特に隠そうとしてはおらず暗殺には反対していたもののヒトラーを逮捕することには賛成だったとする説もある。開戦当初、ロンメルはヒトラーを気に入りの将軍であった。しかし、ドイツが劣勢となったこの時期には実績、人気とも極めて高いロンメルを脅威とさえ感じるようになっていたことから彼に疎まれたとする説もある。戦後、 残った、軍命令書、戦況報告書、日記等を、戦士家、リデルハートが編集して、ザ・ロンメル・ペーパーズとして出版された。バイエルラインによれば、ロンメルは、基本的に不評で、気候師団を指揮していても、その戦術は、不評のものであったという。また、常に、楽天的で、作戦にもそれが現れていた。ヨーゼフ・ディ・トリヒは、 ニュルンベルク裁判に証人として出廷した際に、レオン・ゴールデン・ソーンのインタビューの中で、ロンメルについて次のように語った。別種の舞台からの移動は簡単なことではない。本来、ロンメルは不評価の証拠だった。ロンメルは衝動的に行動する男で何でもすぐにやりたがっては早々に興味を失った。私はノルマンディでロンメルの指揮下にあった。 ロンメルが優れた将軍ではなかったとは私には言えない。戦況が有利な時、彼は立派だった。しかし、逆の場合は、意気承知していた。戦中の行為、また敗戦国であることからナチス指導者や、他の多くのドイツ軍人が非難される中、ロンメルだけは、ドイツのみならず、敵国だった。イギリスやフランスでも、地償として、あるいは人格者として、 肯定的に評価されることが多かった。例えば、イギリスのチャーチル首相は、アフリカ北部で、ロンメルのデイタイ打撃にさらされた時、ロンメルは神に愛されていると皮肉にも似た賞賛を残している。1970年代まで欧米では、名称、ロンメル論が、ほぼ定着していたと言われている。戦後のドイツでも評価は高く、 リュッチェンス旧駆逐艦のロンメルにその名が冠されている。また、ロンメルはエジプトでも人気が高い。シワワシスの街では、ロンメルが訪れた際、低調なもてなしへの謝礼として、紅茶を渡すなどしたことがあり、戦後からロンメルの写真が飾られている。このようなエジプト人からの交換には、イギリスによる過酷なエジプト植民地支配への反発もあるが、 軍人としての規律と誇りを貫いたこともある。1970年代以降、欧米の軍人視野などによって、軍人としての資質や能力について、再検証されるようになった。イスラエルの軍事シカマーチン・ファンクレフェルトは、1977年の著書、補給戦において、北アフリカの数軸国の部隊に、 補給の問題が生じたのはロンメルが平坦を軽視したことに原因があるとしている。2000年代になると、欧米の軍事史では、ロンメルは軍人として戦略的視野や高級闘水能力の面で欠けるところがあったが、戦術的な次元では有能な指揮官だったという評価が定着したと言われている。一方、2010年代に入ると、 ドイツではヒトラーが率いた軍の軍人としてのロンメルという政治面での問題提起が行われるようになった。ヨーロッパでのナツスの迫害を逃れてパレスチナに避難してきたユダヤ人にとってロンメルは恐怖の代名詞であった。多くのユダヤ人避難民はロンメル率いるアフリカ軍団が勝利してエジプトを占領すれば えい人痘治療であるパレスチナにも進行してくると恐れていた。この時期は不安の200日と呼ばれ、ユダヤ人の武装勢力ハガナーはドイツ軍進行に備えて常備軍パルマッハを結成している。そのためイスラエルでは犯罪者に仕えた者も,も犯罪者という理由で評価は低い。2011年以降ドイツのハイデンハイムにあるロンメルの記念碑の 取り扱いをめぐって論争が起きている。ドイツアフリカ軍団時代のロンメルは、砂漠の狐とあだ名された。英中東軍司令官のクロード・オーキンレック将軍は、我らが、敵ロンメルは、巧みな戦術家ではあるが、人間である。あたかも彼が超自然的能力を持っているかのように、評価するのは危険であり、戒めなばならない。アフリカの数軸軍を刺すときは、 ドイツ軍や敵軍と呼ぶべきで、ロンメルという名前は用いないことが好ましいと異例の布告を出した。一方、ドイツ国内では英雄志され、ゲルマン人らしい端正な風貌からも宣伝に大いに利用された。しかし、ロンメル自身は華やいだ場が苦手だったらしく、ある日妻にせがまれて、しぶしぶナチスの舞踏会に参加した時には、 着飾った女性たちに囲まれて身動きができなくなったという。部下に鉄十字勲章を授与するロンメル騎士道溢れる軍人でもあり、火力で敵を押し込むハードキルより相手をか乱することで幸福に追い込むソフトキルを好んだ。また、捕虜に対しては国際法を遵守して非常に低調に扱った。また、1941年にはロンメル暗殺を機として ドイツ軍施設を奇襲攻撃した英国コマンド部隊の死者を丁重に扱っている。以後も英国コマンド部隊員を捕虜にせず殺害せよと命じたヒトラーの命令を無視していた。ある戦いでユダヤ人部隊を捕虜にした際、ベルリンの司令部から全員を虐殺せよとの命令が下ったが、ロンメルはその命令書を焼き捨てた。彼は最後まで ナチストに入党することはなく、あくまで一人の軍人として戦い続けた。また、大隊長である、第一次世界大戦の頃から、自ら進んで前線に出て兵士に語りかけ、兵士の心情を理解することに努めた。本来、通信手段が発達した、近代戦では、高級将校は前線に出ず、後方で全般的な指揮を行うのが普通であった。しかし、 ロンメルは瞬時に変遷する電撃戦では前線で何が起きているか兵士にさえわからないと陣頭指揮を胸とした。このためロンメル自身も幾度となく危険にさらされておりまた最高司令官の所在が不明となることがよくあった。北アフリカ戦線においてイタリア軍はたびたびドイツ軍の足を引っ張ったがロンメルはそのようなイタリア軍兵士をいたわった。 規律に厳しく、兵員を直接に叱責することもあったが、兵士からは、ウンザーファーターと慕われていた。ただし、人頭にばかり立つあまり、後方の事務や補給などの裏方には疎かったと言われている。英軍のゴーグルを着用するロンメルたちライカ 3C 型。ありがとうございます。